皆さんこんにちは。入門講座民法第1回の講義を始めます。担当はレック専任講師森剛です。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今トラブルで取り直しになってるんですけども、数分だけ最初から説明始めます。これレコーディングされてるので、はい、今日から民法の、講義を入っていくということで、さっき説明したことなんですけども、このテキスト、この分厚いテキストですね、これを、民法は合計3冊扱っていきます。なので民法だけでも非常に分量が多いんですけども、民法というのはすべての法律の勉強の基礎になる非常に大事な科目なので、その分量も多いということですけども、ただすべての法律の基礎なのでしっかりと勉強していく必要があります。で、今日から民法の中身に入っていくわけなんですけども、民法相続、民法除雪、民法入門ということで、この編小説っていうのはこのセブンサミットの、テキストの中身っていうのをですね、そのまま引用しているものなので、それを参考に見ていっていただけたらと思います。セブンサミットでいうと、こういうことですね。民法相続、民法除雪、民法入門から入っているので、私もテキストもそうなっていると、レジュメもそうなっていると。中身は多少アレンジ加えている部分もありますので、見ていきたいと思います。で、民法っていうのは、司法の一般法と言われていて、司法のっていうのはどういうことかっていうと、国と国民の関係についてではなく、対等な人と人との間に生じる権利義務の関係について、特別法に規定がない場合に適用される。一般法ですので、特別法の規定がない場合に適用されるということになります。司法っていうのは、この上の行ですかね。上の行が司法ということで、下の行が一般法ということを意味してますね。で、権利の主体、ここから大事な話になっていくわけですけども、自然人と法人っていう概念があって、権利っていう言葉は皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、権利の主体、つまり権利を持つことができるものっていうのは、この自然人と法人のことを言うんですね。例えば、猫とかは権利を持てないわけなんですね。権利って何かっていうと、私の財産を誰々に譲りますとかっていうときに、なんか猫が好きだからといって猫に譲りますって言っても、猫に財産を所有させることはできない。なぜなら猫には権利を共有することができないからですね。で、そこにというかレジュメの方、3条1項に書いてあるように、私権の共有は出生に始まるというふうに書いていて、人が生まれ、出生っていうのは人のことを当然させているわけで、人が生まれてから、その人は、権利の主体になりますよと。共有っていうのは権利を持つことができるっていうことなんですね。で、2項はちょっと特別で、外国人は法令または条約の規定により禁止される場合を除き、私権を共有するということで、外国人も原則として私権は共有しますよと。例外はあるということですけども、例外は特に意識する必要はないかと思います。で、法人っていうのがちょっとややこしいですかね。法人は法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負うということで、この目的の範囲内においてっていうのは割と重要なフレーズになってます。はい、つまり、我々普通の人間は別にどんな権利義務も負うことができるわけですね。原則としてね。ただ、法人っていうのは何かっていうと会社とかのイメージがあると思うんですけども、学校とか、いろんな人の集まりですよね。で、それはそれで法律の中でルールとして権利義務を持つことができるんですよ。だから、猫に財産をあげるってことはできなくても、どこどこ会社にとか、どこどこ学校に寄付するとかって話よく聞くと思うんですけども、それはできるわけですね。で、ただし、目的の範囲内において、つまり、人が集まるっていうことは何か目的があるわけですから、とある目的があって集まってるんで、その目的じゃないことの権利義務は、基本ダメですよということ。この辺は後半に詳しくお話ししますけども、自然人と法人は権利義務の主体になりますが、法人は目的の範囲内なんだっていうことを、ぼわっとイメージしていただけたらなと思います。で、次に債権という言葉、この言葉もですね、慣れない方は早めにイメージをつけておいてほしいんですけども、債権というのは、ある人がある人に対して特定の行為を要求する権利のことを言います。ただ、これを書いてること別に覚えなくていいですよ。覚えろって意味ではなく、イメージしてって意味で書いてます。どういうことかっていうと、399条に書いてあるように、債権は金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができるということで、なんか債権ってお金を請求するイメージが結構強いかなと思うんですけれども、お金に限りません。特定の行為を要求する権利のことを言いますから、何かしてねと。
私だったら今日抗議をしてくださいねと言われてる、抗議してるわけですから、そんなふうにですね、何か特定の行為を要求する権利。で、そういう特定の行為を要求することをですね、契約とかにするわけですよね。で、私はこの契約にのっとって今日抗議をしているということになるわけですね。はい。で、次に物権という言葉ですね。これは人が物に対して有する権利、まあ、総称して物権って言います。所有権とか聞きなじみがあるかと思いますけども、まあ、それも物権の一種ですね。で、物権はこの法律とその他の法律に定めるもののほか創設することができないってことで、物権は種類が決まってるんですね。で、なので、まあ、なんか好きな物件をお互いの契約で作るとかってことはなくて、債権はまあできるわけですよね。債権も、こんな債権はありますよとか、売買とか賃貸借とか、いろんな債権が民法の条文には書いてますけども、そこに限られなくても、どんな行為を当事者間の合意で、設定してもいいわけですけども、まあ、物件はそうじゃなくて、まあ、法律で定められているものに限られるというイメージ。まあ、これは本当にもう全体的なイメージですね。はい。でこれがまあ民法入門というふうに、まあ、レックでは位置づけているので、まあ、この辺の、ことは、まあ、基本として皆さん頭にイメージしていただけたらなと思います。で第2節ということで、まあ、民法の全体図ということになるんですけども、意思表示という言葉は、まあ、非常に大事な意味を持ってきて、意思表示、何々したいです、何々してくださいみたいな、契約の時には必ず意思表示が必要ですよね。黙ってて契約成立することってまあないじゃないですか。なんかやってよ、うん、いいよ、まあ、これが契約ですよね。うん、なので何かやってよっていう意思表示と、うん、いいよっていう意思表示で契約になったりするのが具体例ですけども、それを意思表示って言いますが、意思表示っていうのは細かく見ると何かしたいなっていう動機があって、それを公開し表示し表示行為っていう順序で、まあ、細かな言い方をすれば流れていくわけなんですけども、例えば動機の例としてはお金を売りたいよと、お金が必要だよと、で公開しとして、まあ、そのお金が必要だから A に車売りたいなみたいなことをなんとなく思うわけです、頭の中で。で続いて表示紙なんですけども、 A に車売るって伝えたいなっていうのが表示紙です。ほとんど一緒じゃないかと思うかもしれないですけども、売りたいなって思うのと、うん、実際も売りに行こうと思うのは、まあ、ちょっと違いますよね。売りたいなって思ってもなんかメルカリとか便利ですらしいですけど、売れるもんならやってみたいですけども、私ちょっとまあ面倒なんでやったことないんですけども、それはまあ段階が違うわけですよね。で最終的に表示実際するわけですよ。よし、 A に対して車売ると伝えるその行為そのものですよね。この辺は今は別に意識しなくてもいいです。まあ、後で意思表示っていうところの詳しくやりますので、まあそういう手順を踏まえて、つまり、まあ頭の中にイメージしていることを最終的に人に表現して意思が伝わるということで、そこになんか言い間違いとかが発生したらどうなるのかっていうところが民法の、まあ、総則の中に規定されているんですよね。このどっかのプロセスに勘違いとか起きた時にどうするんですかっていう、ね、まあその時に詳しく見ていけば十分です。で、まあ、こういう意思表示を通して契約っていうのを最終的にするわけなんですけども、契約っていうのは解釈しないといけないわけなんですよね。こうこうこうしましょう、ああしましょうっていう契約を結ぶわけなんですけども、それがこの契約ってさ、こういう時どうするんだっけみたいな、なんかそういうふうなちょっとわからないことも出てくると思うんですよ。契約って別に完璧に何でもかんでも決まってるわけじゃないですからね。そういう時はこういう順序で解釈するっていう風になっていて、一つは強行放棄公序良俗。強行放棄っていうのは前回の全体構造編でもやったと思うんですけども、当事者の合意でも、まあ、それに反するものは無効という一番強い法律ですね。で公序良俗っていうのは、まあ、これに反するものはさすがにダメでしょうという、うん、皆さんの常識的なマナーの範疇でみたいな、まあ、そういう、まあ、もうちょっと強いんですけどね、意味としては。でまあ、そういうふうに公序良俗と強行放棄に反するような契約はダメですとなっているわけです。で当事者の合意っていうのがその後に行きます。まあ、そうですよね。普通にその一般社会に対して与えるそのなんか影響がないってことなんですよね。強行放棄と公序良俗に反しないってことは、まあ、好きにやっていいよっていう領域になるので、それはもう当事者の合意で解釈していいですよってことなんですけども、でその当事者の合意が明らかじゃないことがあるから問題なんですよね。
あれ、この時僕らってどんな合意したっけみたいな。ちょっとわかんないよねって時は慣習ですよね。一般的になんかこう、まあ例えばある業界でそういう取引やったんだったら、その業界ではこう解釈してるよねっていう慣習がまずあって、その慣習でもわかんない時は任意規定ということで民法の規定に何か参考にならないかっていうのを調べていくっていう順序を、通ったりしてるわけなんですね。はい。で、まあそれを、レックのテキストの7ページで、まあ、図案化されていて、なかなかこの図案もよくできている図案なのかなと思いますけども。まあ、意思確定のプロセスっていうのがあって、まあ、当事者の合意は十分かどうか。で、十分ってなったら、その合意通りにやればいいわけなんですけども、ただし、強行放棄と公序良俗に反するものは無効なので、ここの対立ですよね、ここのね。ここですね。ここの対立。合意があればそれの通りやらいいけども、こっちの方が強いよっていう。合意があればそれでいいけども、公序良俗と強行放棄に反したらダメよと。で、合意の内容がよくわかんないなっていう時があるんです。そんな時は、慣習ありますかと、ね。他の人もそういうふうにしてるでしょって普段のやってること。あるっていう時はその慣習でやりましょうと。ちょっとこれって過去にあんま例がなくて慣習もないよねってなったら、それは任意規定がありますか？ないですね。ありますよってなったら任意規定によって確定すると。あ、民法のここに書いてるじゃんって。で、任意規定はないなってなって、まあ、条理。まあ、常識的に考えてこういうことだよねってなったら、まあ、そうだねってなるし、それでも分かんなかったらもうしょうがない。よく分かんないっていうふうになっていくプロセス。これが契約の解釈の流れですね。はい。で、契約の成立っていうのは、そういうふうにして、ね、解釈される契約ですが、そもそもどう成立するのかっていうと、意思表示の時にお伝えしたようにですね、契約っていうのは、契約の内容を示して、その締結を申し入れる意思表示、以下申し込みというに対して、相手方が承諾をした時に成立するっていうことで、まあ、契約は申し込みと意思表示で成立するわけですね。申し込みっていうのは、こういう契約を締結してくれませんかって持ちかけて、相手方がいいですよと承諾して、契約は成立するということになります。で、ここですね、ここはちょっと注目なんですけども、522条2項で、契約の成立には法令に特別な定めがある場合を除き、書面の作成、その他の方式を不備することを要しないって書いていて、どういうことかっていうと、皆さん契約って言ったら、同時に契約書とかをイメージすることも多いと思うんですけども、契約書って何のために作ってるかっていうと、まあ、どんな契約したか記録残すために作ってるんですよね。逆に言うと、契約書がなければ契約できないわけじゃないんですよ。なんか、例えば、印鑑持ってますか？印鑑持ってないです。あ、じゃあちょっと今日契約できないですねっていうのは、まあ、厳密には嘘というか、印鑑がなくても契約できます。書面を交わさなくても、こういう契約しましょう。はい、いいです。それでも契約成立です。ただし、それだと、後で紛争になった時に、ちょっとどんな契約したか分かんないじゃんと。サインも印鑑もないしってなったりとか、裁判になった時に証拠も何もないと。やっぱ、ね、あんな、そんな契約してないよって知らないって言われたら、書面作ってなかったら、証拠ないから裁判もできないじゃないですか。それだと困るから、契約書っていうのを作ってるだけで、別に、何か契約書を作ったり、書式が契約に必要、契約の成立に必要というわけではないというのが、ちゃんと522条2項に書いてますね。まあ、こういうのは、担当とかでも、さらっと出てきて、なんか、必要ないかって言われて、確かにないなっていうふうに答えなきゃいけないっていうことがあり得ると思うんですね。で、特別の定めがある場合っていうのはどういう時かっていうと、まあ、よく言うのは保証契約なんですよね。で、保証契約の条文をちょっと探しますと、保証契約はどこにあったかな。はい、こちら446条ですね。見えますね。ここですかね。はい。保証っていうのは、他人の借金を、まあ、その人が返さなかったら僕が返せばみたいなイメージだと思うんですけども、ざっくり言うとそんな感じですが、まあ、保証人は446条。保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行する責任を負うって書いていて、
次、2項ですね。ここですね。保証契約は書面でしなければその効力を生じないとはっきり書いてますね。そうなんですよ。保証っていうふうに、その特定の契約にだけ、この契約は書面がいるとかって書いてる場合があるんですね。まあ、こういうのが、特定の、方式を具備しないといけないっていう、まあ、その、さっきの522条2項の例外にあたります。こういうのがなければ別にそんな書面はいらないよという、これが原則になります。で続いて、いきます、はい。契約の有効性ということで、契約っていうのは、まあ、どういう時に有効になるかということですけども、普通は有効ですよね。普通は有効なんで、気にしなくていいんですけども、まあ、たまに有効じゃない時もあるだろうということで、その一つの例が、意思能力とか行為能力っていうその人そのものに対する話ですね。さっきの法人の例で言うと、法人は、目的の範囲じゃないといけないということだから、目的外の行為、契約っていうのは、まあ、有効とは考えにくいと思うんですけども、まあ、人で言うと、人は何でもできるからいいじゃないかってことではなくて、意思能力と行為能力っていうのが必要で、意思能力っていうのは、自分の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力のことを言いまして、まあ、極端な話、寝てる人に、これこれこれ、で、いいねって言って、寝言でうんって言ったから契約成立するかというと、そんなわけないと。自分の、行為の結果を弁識する能力がないですよね、その人にはね。はい。で、あとは、まあ、その、泥酔してる人とか、まあ、極端な例で言うと赤ん坊とか、まあ、いろいろそういうふうに判断能力がない状態の契約、っていうのは、まあ、できませんよ、ということになります。で、行為能力っていうのは、また別途今日の後半にやるんですけども、まあ、未成年とかっていうふうに、別に、意思能力とは別の概念で、ちょっと、まあ、保護しなきゃいけないということで、うかつな、未成年とか、何も知らずにうかつな契約とかすると危ないので、ちょっと制限しているっていう、法律の定めがあるっていうものです。意思能力と行為能力っていうのは、どちらもその契約の有効性に関わってくる概念ですけれども、ちょっと意味合いが違っているということ。それはまた、後々やるので、そういうイメージでは思っていただければ十分です。まあ、人レベルの話での有効性の、左右するポイントですね。で、丸2番っていうのが、契約の客体ないし内容についてっていうことで、契約はどんな契約しても自由なんですけども、この3つは最低限満たしてなきゃいけません。確定性と適法性と社会的妥当性ということで、確定性、何をしていいかよくわからない契約。何かを売るっていう契約したときに、それ有効かっていうと、何を売ればいいかわからない。何かして、何かやって、何かって何っていう。確定してないからそれはダメですと。で、適法じゃない契約、覚醒剤を売るっていう契約も無効です。違法ですからね。で、社会的妥当性ということで、愛人契約っていうふうに、ちょっと愛人っていうのは、まあ、社会的な妥当性がないっていうことなので、まあ、そのお金と引き換えに愛人になるとかっていう、そんな感じの契約もちょっとダメですよというふうになってきます。で、続いて、意思表示についての有効要件ということで、まあ、さっき見た、この、意思表示の、この、これですね。これが、本当に、これ一個一個が、この人が本当に思ってるんだったら何の問題もないんですけども、なんかこの中に、不都合が生じてると、勘違いが生じてるとか、っていう時に、まあ、それは有効じゃないっていうふうに判断されるんですけども、まあ、民法をすでに勉強したことがある人にとっては馴染み深い言葉が並んでると思いますね。心理留保、虚偽表示、錯誤、詐欺脅迫っていうふうに。こういうものは特別な規定があって、契約が有効じゃなくなりますよということになります。詐欺とか、そうだよね。詐欺とか、一番この中で言うと、みんなの、なんていうんですかね。日常に近い言葉かもしれませんけども。詐欺だったら、あんなの有効って言いたくないよって思うと思いますけども、詐欺だから。まあそういうことですね。はい。で、無効と取り消しっていうのが実は違っていて、で、まあ無効っていうのは、特定の人の行為を、必要とすることなく、最初から当然に契約の効力が生じないということで、まあ、例えば、まあ、覚醒剤を売るっていう契約とか、まあ、無効なわけですね。別に、誰が何と言おうが無効っていうイメージです。で、取り消しっていうのは、一旦、まあ、有効に成立してるんだけども、まあ、その特定人による取り消しという行為があって初めて契約の効力が否定されるっていうことで、詐欺とかはこの取り消しに当たるんですけども、あ、俺騙されたなってなって、あの契約なしにしよう。取り消そうっていうのが取り消しなんですね。で、その人が取り消しますって言わない限りは別にそれは無効じゃないっていうことなんで、無効と取り消しは違うんですけども、覚醒剤売るっていうのは当事者がどうこう言うが無効なわけですから、それは無効だということになってきますね。まあ、この辺の話もまた別途詳しく
ページを割かれているので、その時に話をしたいと思います。次に、効果帰属要件ですね。これもただ代理の話なんですけども、代理人がその権限内において、本人のためにすることを示してしたい事象時は、本人に対して直接にその効力を生ずるってことで、何言ってるかっていうと、効果帰属っていうのは、まあ、意思表示の効果が自分に来るかどうかっていうことで、自分で表示した意思が、まあ、その効果が自分に返ってくるのは当たり前なんですけども、他人にやってもらった場合、他人に代わりにやってってもらった場合にその効果が帰属するっていう、でもこれもちゃんと有効要件として問題になるんですが、まあ、これも代理の時に詳しくやればいいです。まあ、代理人っていう言葉は日常でも聞いたことあるかもしれませんけども、まあ、専門家に、ね、代わりにやってもらって、ただ、別にその専門家の権利義務をどうこうするんじゃなくて、代わりにやってもらった本人の権利義務の話なので、まあ、ちゃんとそれが代理人がやったことが本人に帰属ですね。返ってくる、効果が来るっていうための条件はここに書いてありますが、詳しくは代理でやります。で、次はですね、ここはですね、知らない人はですね、ここの説明でしっかり理解しておいた方がいいかなと思います、ね。契約の効力発生要件ということで、条件っていう言葉があって、それともう一個、期限っていう言葉があって、条件とか期限が契約についていることがあるんですね。で、条件って何かっていうとですね、実現することもあれば実現しないこともあると。まあ条件ってそんなイメージですよね。ある条件が実現すればみたいな。で、127条1項に書いてあるのが、停止条件付き法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずるって書いていて、さあ停止条件付き法律行為ってきたけど、停止条件って何ってなりますよね。条件はわかるけど、停止条件って何ってやっぱなると思うんです。初めて勉強する人は。例としては、〇〇試験に合格したら10万円を贈与しますねっていうのが、まあ、停止条件。まあ、条件と変わんないですよね。皆さんがイメージする中で言うと。で、なんでじゃあ停止条件って停止つけるかというと、もう一個違う条件っていう言葉があって、それが127条2項なんですけども、解除条件付き法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。逆なんですよね。何かあった時に効力が発生する条件が停止条件で、何かあった時に効力がなくなるのが解除条件ということで、先に、例えば先に10万円渡しといて、贈与しといて、これ10万円も渡すけども、落ちたら無効だからなっていうようなことです。落ちるという条件が発生したら無効になるということです。最初有効、後から無効が解除条件で、最初は発生してないけども、後で有効になるのが停止条件なんですね。その条件はいずれも実現することもあれば実現しないこともあるわけですよね。はい、試験に合格したら10万円贈与するって言われても、試験に合格するとは限らない。試験に落ちたら無効って言われても、試験に落ちるとは限らないということです。なんで微妙に、やっぱりこの2つは本当に最初のうちごちゃごちゃになるので、やっぱこれが担当とかでも、まあ担当に限らずですけども、その停止条件、解除条件って言葉が当たり前に出てきて、これが理解できる前提で話が進んでいくと、ちょっと問題解きにくくなっていくので、まあ、論述で条文が見れる試験の場合は、この127条を引けば、これの意味だったんだって分かるからいいんですけど、担当分からないですから、条文引けないですから、ちゃんとこれは覚えておく必要があると。で、まあ、なんで停止解除っていうややこしい言い方してるかっていうところも、まあ、一般的な説明としては、停止条件っていうのは、その条件が満たされるまで法律効果が停止していると覚えてください。その条件満たされるまで停止してるんだな。っていうことです。で、解除条件というのは、その条件が満たされたら法律効果が解除されると覚えてください。この法律効果が満たされたら解除、つまり無効になるんだなっていうことなんですけども、まあ、その説明は一般的なんですけども、なんかしっくりこない人はいると思うんですよね。満たされるまでと満たされたらっていう、なんでそこの表現違うんだよっていう。そこ一緒でいいじゃないかって、そこ一緒だと説明うまくいかないんですよね、これね。だから非常に覚えにくいです、私のイメージとしても。うん、ただまあこれはそうは言っても覚えないといけないところなので、まあその条件が満たされるまで法律効果が停止しているのが停止条件だな。その法律条件が満たされたら解除されるのが解除条件だなっていうね。満たされたら停止、満たされるまで解除とか、これ入れ替わったらもうわけわかんないですからね。本当にややこしいんですけども。まあ、なんとかこれは覚えていただきたいなというところなんですね。はい。
で、次、期限。これはまあ、わかりやすいですね。期限はいずれ必ず実現するということで、法律行為に周期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまでこれを請求することができないと。いついつになったら何々するってなったら、そのいついつってのが来るまではダメですよと。まあ当然ですよね。で、法律行為に周期を付したときは、その法律行為の効力は期限が到来したときに消滅する。いついつになったら終わりですよってなったら、そのいついつの時期が来れば終わりと。これはもう四季と周期っていうことで、もう日常で使ってる意味そのまんま。これは非常にありがたいですね。はい。続いて、まあ、物件という概念を、まあ、少し詳しく見ていきますと、物件、86条1項。土地及びその定着物は不動産とする。86条2項。不動産以外のものは全て動産とするということで、よく聞く動産不動産という言葉はちゃんと民法に条文があります。土地とその定着物が不動産で、それ以外が動産というふうな理解をしていただければ OK です。で、この動産不動産の所有とかっていうのが、まあ、物件ということになってきます。で、この物件っていうのも、まあ、大きく分けると4種類です。大きくですね。もっと細かい種類あるんですけども。で、所有権、占有権、用益物件、担保物件って大きく分けて4種類で、所有権が一番シンプルなものですね。使用、収益、処分に対する権利。まあ一番強い権利ですね。これを私は持っているんだと。権利もあるんだということです。家で例えると、家を住む。これは使用に当たりますね。当然、所有者は家に住めますね。家を貸す。これは収益です。そのものを利用して利益を得る行為のことですね。家持ってたら家貸せるじゃないですか。それは収益です。で、家持ってたら当然家売れますよね。それは処分ですね。家を売るという。この使用収益処分っていうのが全てできる権利のことを所有権と言っております。で、占有権っていうのは単純に占有しているという事実状態を保護するもののことです。で、これがないと、その権利があるなしに関わらず、占有権っていうのがないとですね、まあ、不都合なことが起こると。権利がないものの占有は奪っていいとなると何でもあるというか、例えばね、今私が持ってるこのテキスト、私、まあ、所有権証明できればいいですけども、できなかった時に、お前、その所有権の証明できないから、俺持ってくぜって言われた時に困るじゃないですか。そんなことがまかり通ったら。少なくとも僕今これ占有してますよね。占有っていうのは、持ってるっていうことです。まあ、事実上持ってる。うん。権利があるないに関わらずね。で、そういうのも保護に値するので、占有権というものがあります。で、用益物件。これは他人の土地を一定の範囲で使用収益し得る権利。この辺から複雑ですよね。物件といったところで詳しく話すので、別に細かい内容まで覚える必要はないです。担保物件。債務の履行を確保するための権利というものもあります。ま、そんなところです。別に今この4種類の言葉を覚えておく必要はないですが、物件には種類があるんだなっていうのは覚えていてほしいと思いますね。で、テキストの14ページにも、まあ、こんなふうにですね。民法上の物件というのはこういうふうに分かれていますよと。所有権と占有権というのがある。用益物件と担保物件には何個か種類が括弧の中にあるように、これは一個一個詳しくこういうものだということは後から見ていくという形になります。で、物件変動というね、物件もまあ、当然、変わるわけですよね。これ売りますって言ったら、所有権が売った人に移るわけですけども、意思主義っていうのがあって、物件の設定及び一定のは、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるってことなので、基本は、ああ、これ売りますよって言って、はい、わかりましたって言ったら、それで所有権はその人の元に移ります。はい。そうなんですよね。例えば私がまたこのテキストを持ってて、パーッ電話して、あ、誰々さんって言って、今僕が持ってるこのセブンサミットのテキストだけど、これ売りますわって言ったら、あ、分かりました。この瞬間、このセブンサミットの所有権は、電話してる相手方に移るというイメージですね。意思によって移るわけです。意思表示のみによってその効力を生ずる。まあ、もちろん、それは意思解釈の話なんで、あ、今度持っていくからその時に売るわって言ったら持ってった時に移るわけですよね。それはまあ、意思解釈の問題ですけども、原則、意思で移動させれるっていう意味です。で、ただ、
対抗要件主義っていうのがあって、不動産に関する物件の特措及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができないというのがありまして、これはどういうことかというと、まあ、そんな感じで土地も売れちゃうわけなんですけども、そんな時にじゃあ例えば僕がまあ土地持っててこの土地売りますって言って、その人の誰かのものになったと、意思表示した瞬間にその土地の権利移ったと。でも土地っていうのはまあ、別で法務局でちゃんと誰のものって管理されている登記っていうのがあるわけなんですね。一般的にはその登記も移すんですよ、普通はね、土地という大きな買い物をするときっていうのは。でもまあそれをやってなくても、その権利自体は向こうに移るわけなんですけども、その時に、でも、あの時僕土地売ったけど、まだ登記自分のままだから、これもしかしたらまだ売るって言ったら買ってくれる人いるんじゃないかって悪いことが考えることができるんですよね。うん、あ、誰々さんですかって言って、また別の人に電話かけて、この土地売りますわって言って、その人からもお金もらってみたいな。その時に、どっちがじゃあ所有権持つんだと。所有権は一人しか持てないですから、A さんにも売った、B さんにも売った、あれ所有権どっちにあるのっていう時は、それは登記で決めます。ちゃんと登記を先に取った人に所有権を、まあ、与えますっていうような、まあ、そんなイメージです。対抗することができないっていうのは、所有権持ってなければ、他の人に自分の所有権を主張できませんよっていうニュアンスなんですけども、まあ、わかりやすく言うと、まあ、2人の人に売られたとき、どっちが所有権を持つんだっていうのは、先に登記備えた方ですよっていうことなんですね、この177条っていうのは。不動産は登記っていうのがあるから、それで分かりやすくルールを決めることができるんですけども、動産っていうのは基本的に登記ないじゃないですか。そうなったときは、まあ、動産は動産でちゃんとルールがある。動産もでもできるんですよね。さっきの例で言うと、私これ持ったまま電話かけて売りますって言ったらその人の所有権移るんですよね。じゃあまた電話して売りますって言ったらその人の所有権移るのかっていう問題になる。どっちに所有権が行くんだって問題になることは同じことなので、その時は動産に関する物件の譲渡はその動産の引き渡しがなければ第三者に対抗することができない。引き渡しっていうのは渡すっていうことが、まあ、日本語の解釈として自然なんですけども、引き渡しにもいろんな種類があります。それはまた引き渡しのところで詳しくやりますが、いずれにせよですね、対抗することができないっていうのは、物件の変動の効果を主張できないということで、物件の変動の効果自体は意思によって発生します。それが主張できる、できないは別問題というところですね。結構もう、なんか民法の中身の、結構難しい部分を話しちゃってる感じはするんですけども、今の段階で私の説明が理解できてなくても、そんなに問題はないです。ここはここで別途ね、もっと時間かけて本来詳しく掘っていく話なので、今の段階では別にそんなものが後々出るんだなと思っていただければ十分ですね。で、次にですね、債務の履行ということで、債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときはその債権を消滅すると、まあ、債務債権とかっていう言葉があって、債権っていうのは何かを要求できる権利、債務っていうのは何か要求されてやらなきゃいけない義務のことですけども、いや、その債務をちゃんとね、やることを履行っていうわけですけども、債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときはその債権は消滅する、まあ、言われたことをちゃんとやるっていう意味なんですけども、弁済っていうのは。で、そうやったら債権は消滅する。何か要求する権利あったとしても、それをちゃんと要求通りにやってもらったら、もうその要求する権利はなくなりますということですね。で、消滅したと。だから、何かあの時契約したあの債務やってよって言われた時に、それこの間やったじゃんって、だからもう消滅してるよねって言って対抗できるってことになりますね。で、弁済っていう意味もそこに書いてますけども、弁済とは債務の本旨に従って、債務の内容である一定の給付を実現する債務者の行為を言うということで、本旨に従ってっていうのがポイントですね。本旨、趣旨、ちゃんと債務の内容に従って、やってくださいと。はい。私が抗議するっていうね、債務の履行あるわけですけども、なんか私これ無視して、無視って抗議は抗議だけども、なんかいきなりなんか野球の話を3時間やったらダメじゃないですか。そういうことですよね。それは債務の本旨に従ってないと。いや、私はこれが抗議だって言っても、ね、それは抗議じゃないでしょってなるわけですね。まあそういうことです。簡単に言うと。はい。で、続いて、例えばというか、続いては債務不履行ですね。債務不履行っていうのは、その債務の本旨に従った履行をしないということになるわけですけども、債務の履行の反対ですね。で、これも3つの種類があるっていうことをざっくりイメージしてもらえればいいかなと思います。で、それはどんな種類があるかっていうと、履行遅滞、履行不能、不完全履行っていうものなんですね。
で、履行地裁って分かりやすいですよね。履行が可能であるのに、正当な理由なく履行しないまま、履行期を解かした場合、いついつまでにやれって言ったのに、やらないっていうやつですね。これは債務不履行です。やってないじゃん、それっていうことになります。で、履行不能、これはですね、債務の履行が契約その他の債務の発生義援および取引上の社会通念に照らして不能である場合ということで、まあ、なんか、これ売るよって言ったものがなくなっちゃったとか、もう売れなくなるわけです。そしたらね。まあ、同じものがあれば話別ですけども、なんか一点物とかね、もう、この一点物これしかないんですよ、みたいな。何々デザイナーのもう渾身の一作みたいなものがあって、あ、これ売るよって言って。やったのに、それが なくなっちゃったらもう、あ、ごめん、なくなっちゃったわ、ね、と。もう履行できないですよね。そういうの履行不能っていうふうに言います。不完全履行っていうのは債務の履行として何らかの給付がなされたものの、それが不完全である場合ということで、まあ、一応履行はしたけども、約束と全然違うようなことをされても、それは履行にならないよっていうようなのが履行、不完全履行ですね。まあ、この3種類です、主に。で、その債務不履行があると、債権者は損害賠償や契約の解除ができるっていうふうに流れていくわけですね。まあ、論述問題とかではなんか債務不履行があることがあるわけですよね。ちゃんと債務履行されたらもうそこからトラブルにならないんで、まあ、出るってことは債務不履行があったりして、でじゃあ損害賠償請求とか契約解除したいってなって、はい。で、それができるかどうかっていうふうに、まあ、要件を見ていく。まあ、こういうふうのが民法の検討していく流れになってますね。次はですね、契約以外の債務の発生事由ということで、債務っていうのは、まあ、契約から発生するのが普通なので、契約してないのになんで債務を負わなきゃいけないんだっていうことがただあるんですね。でそれが、一つは事務管理っていうやつです。697条1項に書いてあるように、義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならないということで、これ、誰かに対して何か やろうか、うん、やって、だったら契約ですけども、そういう話をせずに、一方的にやってあげたっていうイメージです。おせっかい的なイメージですね。で例えば例で言うと台風が来て倒れた隣の家の垣根を直してあげるとかっていうのもそれになるわけですけども、義務なく他人のための事務の管理。事務の管理っていうのは他人のために何かすることを広く言ってます。垣根を直すのも事務の管理なわけですね。じゃあ、その事務の性質に従い、一旦始めた、なんかこの人のためにこれやってあげようっていうことで始めたんだったら、一旦始めた以上はその責任はしっかり追いましょうねと。最も本人の利益に適合する方法によって事務の管理してねと。垣根直すんだったら、ちゃんと元通りに直しなさいねと。なんかあなたの趣味で変なものに作り変えちゃダメですよっていうことですね。はい。これは契約じゃないけども、そういう義務を負うっていうことで、法定債権っていうふうに言います。法定債権。まあ、逆から見たら債権と債務は逆になるのでね、債務の発生事由ですけども、逆から見れば、それやってっていう側からすれば法定債権になるわけですね。その次は不当利得というもので、703条、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者はその利益の損する限度においてこれを返還する義務を負うということで、まあ不当利得、不当な利得、なんか理由もないのに得しちゃった人はその得した分返しなさいねということです。法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、他の人のものなのに自分のものになっちゃった。で、そのために他人に損失を及ぼした。じゃあ返してねっていうのが自然なわけですね。これは別に契約とかじゃなくて、知らぬ間に不当利得を、しちゃってることがある。例えば、誤振り込みによって自分の口座に知らないうちに入金されてた時とかっていうのが、まあ不当利得の例ですね。なんか契約してそのお金振り込んでくれてるんだったらいいんですけども、誰かが間違えて自分の口座に振り込んだと。それは法律上の原因はないわけですね。契約、まあ、売買とかそういう原因がない。で、誤振り込みによって入金されたのは他人の財産ですよね。で、利益受けましたね。で、その振り込んでしまった他人は損失
ありますね。じゃあそれは利益の損する限度において変換してくださいねということになります。利益の損する限度の解釈っていうのはまたこの不当利得のところで詳しく話しますが、イメージはそういうことですね。お振り込みによって口座に入金されたらその分ちゃんと返さなきゃいけないよっていう契約とかじゃないけども、まあ知らないうちに発生している債務っていうことになります。はい。で、最後はわかりやすいですね。不法行為。はい。709条。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する義務を負うということで、はい。まあ、故意と過失があればってことですね、これは。故意または過失によって他人に損害を起こしたったら、その損害を負う義務を負います。契約じゃないけども義務を負う。これはそうでしょうね。まあ、例を書くまでもないわけですけども、まあ、あえて言うなら、まあ、信号無視して人を引いたら、その人に怪我を負わせたら、ちゃんとその賠償金を払わなきゃいけないよという。いうことですね。まあ、こういうふうに、何か契約がないのに何かあの人に請求しようというときは、この3つの条文を使えないかという意識になるわけですね。契約があれば契約に基づけばいいんですけども、契約がないときに、この3つの条文どれか当たらないかということになるわけです。まあ、何らかの関わりあるわけですよね。何か請求したいってなってるってことは契約はないにしても、その何らかの関わりっていうのがこの3つに該当しないかなっていう観点で、まあ、見ていくっていうことがあるわけですね。じゃあ続いて、まあ、この辺はもう別に本当にさらっと、行きたいと思いますけども、まあ、家族法というのがあります。まあ、身分法とも言いますけども、親族法と相続法のことです。まあ、前回も、軽く全体法構造編でもやりましたが、まあ、民法は一般の人の法律なので、家族のこととか、もうその法律の規定に入ってます。まあ、どうやったら離婚できるのかとかがいい例ですけども。はい、で親族っていうのは、まあ、6親等以内の血族、配偶者3親等内の姻族を言うとか、まあ、親族の効果は あります、まあ親族っていうのが定義されてるんですね。まずこれはイメージしてほしいんですけども、親族ってどこまで親族っていうのみたいな疑問を持ったことがある人がいるかもしれませんが、民法にはちゃんと書いてる6親等とかっていうふうにね、こう家系図みたいなこうつないでいったらどれくらい離れてるかとかあるわけですけども、法律的な親族は6親等までと。で、例えば、730条かな、これをちょっと見てもらうと、いや、その親族に当たれば何がどうなるのかっていうと、はい、直系血族および同居の親族は互いに助け合わなければならない。まあ、抽象的な条文ですけども、一応こういうふうな決まりがあるわけですね。だから、同居している親族は助け合うという義務があるわけですね。あと、直系血族というのもあるわけですね。親子とかね。ただ、だから、その親族かどうかで、その同居しているときに、まあ、友達だったら別に民法上は助け合わなくてもいいんですよ。別に友達とルームシェアしてても。で、親戚とかってなっても、6親等より離れてれば助け合わなくていいんですよ。ただ、6親等内で同居してたら助け合わなきゃいけないというようなことが、まあ、ここのルール上わかるわけですね。でもこれはちょっとアバウトな条文なんで、なんかピンとこないかもしれないけども、もっとシビアな条文が刑法244条ですね。まあ別に民法の授業なので、刑法の理解はいらないんですが、まあ、一つ参考までに見ていただくと、刑法244条。はい。こんな条文なんですね。親族間の犯罪に関する特例ってあって、ほら、親族って言葉出てきましたよね。で、配偶者直系血族または同居の親族との間で235条の罪になんちゃらかんちゃらとかをやった人はその罪を免除する。これはでかいね。刑法の罪の犯しも免除されるものがあるんですよ。235条って何っていうと、235条って書いてますかね。235条は何かっていうと、はい、こちら。窃盗です。はい。だから、まあこれやっちゃダメですよ。だけども、同居の親族の財布からお金盗んでも、刑法の規定では罪は免除されるということが法律で書いているわけですね。法は家庭に入らずなんていうわけですけども、まあ、例えば、その、お父さんがお金に困って、ちょっとお母さんの財布から抜いて飲みに行ったとか、ないわけじゃないじゃないですか。ダメですけどね。それをいちいち逮捕するかっていうわけですね。うん、まあ、その延長だと思ってください。配偶者もね、だから、入ってますよね。配偶者とか。直系血族とかね。ちょっとお母さんの、財布ちょっと借りてご飯食べに行っちゃったみたいなね。うん、それは窃盗なんですけども、免除するよという。この親族っていうのは、何が親族っていうとさっき書いてましたねって話になります。民法のところでね。
で、あともう一つ大事なのは相続ですね。ね、相続っていうのは自然人の財産上の地位をそのものの死後に特定のものに承継させることを言うということで、まあ、これは皆さんも見聞きしたことはきっとある言葉だと思いますけども、はい、まあ、ある財産の権利義務を持つことができるのは生きている人間に限られますので、死んだ人はそのものの所有になりませんので、じゃあその死んだ人の財産どうするんだっていうことで相続っていう発想になるわけですね。で、死んで相続、財産が相続される人のことを非相続人と言って、死んだ人の財産を受け継ぐ人を相続人って言います。これはまあ勘違いのないようにっていうことですね。死んだ人を非相続人と言って、もし死んだ人の財産を受け継ぐ人を相続人っていうことです。だって相続っていうのは財産を承継することのことを言いますから、承継する人が相続人。されるんですよね。だから自分が死んで、自分の財産はこの人の相続されていく。だから、受け身の非ってことですね。ではですね、続いて、ここから第3節ということで、またちょっと節を切り替えて話をしていきますけども、民法の指導原理と私権というもので、民法の指導原理って何かっていうと、まあ、民法の中でざっくりと原理とされているものっていうことで中身見ていくと、まず権利平等の原則っていうのがあって、まあ、全て自然人は国籍、階級、職業、年齢、性別等によって差別されることなく、まあ、平等に権利義務の主体となることができるという原則を言いますということで。まあ当たり前の話ですね。制限っていうのは変にね、ここに羅列しているような事情で制限することは原則はしないですよということになります。権利は平等に、誰しもが平等に持つものですと。で、所有権は絶対の原則。まあ、さっきちらっと所有権の話しましたけども、近代的所有権は何らの人為的拘束を受けない、完全円満な支配権で申請不可侵であるという原則を言います。まあ、自分の持っているものをですね、誰かに理由なく横取りされることはないんだということです。まあ、近代的所有権ということより、昔はまあちょっと違った時代もあったわけですね。昔の所有権というものはですね、国のために持っていかれるみたいなことも、まあ、泣きにしもならず、まあ、今でも 100% ないかというとそうではないので、あくまで原則です。はい、で続いて、私的自治の原則ということで、すべての個人は自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ、反面、自由な意思によらなくては権利を取得し義務を負わされることはないという原則のことを言います。私的自治の原則っていうのは、これからまあ皆さんが法律、特に民法を勉強していく中で結構聞く機会の多い言葉かなと思います。私的自治の原則。自分のことは自分で決めますということです。わかりやすく言っちゃうと。だから契約は、任意規定に反する、当事者の合意は有効だって話も私的自治の原則と言えますね。ただし、強行放棄には反せられないわけですけども、それはまあ別の理由というか、それは社会的な、理由でダメなんですけども、原則として当事者間で好きにしていいというのが私的自治ですね。私的、自分のことは自治、自分で収めますよということです。そうですね。で、まあ、ちょっと余談なんですけども、この自律的っていうことはですね、この自律って自分を律するって書く自律なので、自分で立つ方の自律じゃないので、まあこれたまに論文とかで自律って言葉を使うことが、あることもあるわけですけども、当然使わないこともありますけども、二つは使い分ける必要がありますね。自分で立つ方の自律は、独立の律、立つ。自分の足で立つっていうことなので、独立してやると。親から自立するとかの自立なわけですけども、これは自分のことは自分、まあ、だから自立と似てるんで、どっちの自立も似てるんですけども、自分でコントロールしてますよみたいなニュアンスです。自律神経の自立ですよね。まあ、一応辞書的な意味を読んでおくと、まあ、パッと携帯で自立って調べたらですね、こっちの方の自立ですね。自分の気ままを抑え、または自分で立てた規範に従って、自分のことは自分でやっていくことということで、なんか確かに立つ方のリスト似てるんですよ。自分のことは自分でやっていくってイメージが。ただ、自分の考えを持ってやるんだっていうそのところがちょっと違うわけですね。経済的な自立とかっていうときは立つ方ですね。独立して一人でっていうニュアンスで。まあ、それはちょっと、急いでなんか論文とか書いちゃうと、ちょっと書き間違えたりすることはあり得ると思うので、まあそこは気をつけていただきたいなという、ちょっと補足の説明でした。
続いて過失責任の原則ということで、事故の行為により他人に損害が生じたとしても、故意または過失がある場合にのみですね、責任を負うのが原則です。まあそうですね。まあ他人に損害を与えちゃったとしても、その、自分に過失がなければ別にその責任を負わないっていうのが、まあ、民法の原則なんですね。ただこれも、まあ、いわゆる原則なので修正っていうのはあるわけです。で、まあ、修正の例として、まあ、一つ挙げるとしたら、製造物責任法っていうのがあって、まあ、民法以外の法律ですけども、まあ、民法の特別法として、まあ、あるものなので、じゃちょっと見てみますと、まあ、6本お持ちの方は、ちょっと、製造物責任法を探していただきたいんですけども、こうやってパッと6本開いて、製造物なので、背の欄にあるということで、差し進めで見ると、私の6本だと、746ページかな。皆さんの6本は違うかもしれませんけども。映しにくいな、はい、これが製造物責任法ってやつですね、はい、でこれまたこれもですねなんか製造物によって生じた損害に関する法律なので、まあ、私人間の話なので、まあ、司法にはなるんですけども、まあ、そういう特別なケースで使われるから民法に対する特別法っていう感じです。で、例えばこの3条ですかね、この3条とかを見ると何て書いてるかっていうと、製造業者等は、その製造加工輸入または前条第3項第2号もしくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き出したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに、任ずるということがあります。で、どういうことかっていうと、まあなんか作ったりして、物を売って、で、その物の不備で誰かが、まあ、損害を被ったというときに、それは製造を作ったものの、作った人に責任を負わせることができるという条文なわけですね。で、欠陥があればいいということ。この欠陥が果たしてその作った人の責任があるかどうか、過失かどうかっていうのを問わずにっていうことが、まあ注目ポイントですね。この条文だけ見ると、その過失によりって書いてない、どこにも書いてないんですね。これは過失責任ではないんですね。ただ、4条に書いてあるとおり、免責事由っていうのはあるわけですけども、それは、どんな免責事由があるかというと、まあ、例えば、当該製造物をその製造業者等が引き渡したときにおける科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことっていう、まあ、なかなか現代科学を持ってしてもその欠陥を発見できないっていうぐらいのレベルで初めて免責されるっていうことで、一般的な過失の考え方とちょっと違ったりとか、あと、大事なのは、その、欠陥があるねってことがもう分かれば、その段階で請求できるっていうことで、その欠陥が、こういう免責事由があることっていうのは、その、責任を負う側が証明しなきゃいけないっていうところも、実はまあ、結構ポイントだったりして、普通不法行為っていうのは民法の不法行為だと、さっきの過失責任の原則になるので、まあ、被害被った側が相手の過失を主張立証しなきゃいけないんですよね。いや、あいつが信号無視してきたんだっていう、これも特別法があるんで、特別法を言い出したらややこしいんですけども、一般的にはですよ。あいつが信号無視してきたんだっていうことで、信号無視してきたことを、例えば主張立証しなきゃいけないわけですけども、まあ、そういう主張立証、本来は請求する側が立証しなきゃいけないことを逆に相手が、いや、こっちに過失がなかったんですとか、この欠陥は絶対科学では発見できなかったんですっていうことをそっち側が言わなきゃいけないっていう。これは結構大きなことですね。まあこれもちょっと法律を詳しく学んでいくと、ちょっといろいろとその辺の概念っていうところがポイントになることが多く出てきますが、今はざっくりとそういうイメージを持って勉強を進めていければ十分かなというふうに思います。まあ、なかなかここまでね、民法の全体像っていうことを、まあ、そのテキストのカリグラム的にもそうなので、そこから始めさせていただいて、で、ここから、まあ、民法の最初の方から順番に見ていくということで、ここからちょっと経路が変わって、いきますね。民法の1条から見ていきましょうということで、全体像というよりは、一個一個の条文を見ていこうっていうフェーズに入っていきます。
で、試験、司法上、試験というのは司法上の権利のことを言うんですけども、1条にはですね、3つの項があって、試験は公共の福祉に適合しなければならない。権利の行使及び義務の履行は、審議に従い誠実に行わなければならない。この1条2項のことを、審議誠実の原則、略して審議則と言います。で、3条は、権利の乱用はこれを許さないというものがあって、この1条2項の審議則っていうのは、ちょくちょく論文でも出てきますね。書くことが あります。メインで書くことがあるかっていうと、それはそうでもないんですけども、絡んでくることは多いです。1条2項っていう条文を指摘する回数は結構あります。審議則って言われたら、この1条2項のことだと思ってください。1条の、1条のどれだっけってなっちゃダメです。1条2項っていう、ズバッと言ってください。審議則ってなったら。この審議則っていうのは、権利の行使、義務の履行は、審議に従い、継続に行わなければならないっていうことなので、権利を行使するときに、その審議と誠実にっていうのが条件なんですよ。もうざっくり言うと。権利っていうのは自由に本来、ね、行使できるわけなんですけども、ただその行使は、まあ、審議と自由、審議と誠実っていうのが求められて、まあ、それを審議誠実の原則、審議則って言って、で、お前のその権利の行使、審議誠実 じゃねえよということを言うときに、審議則違反だからやめろって言えるっていうことで、まあ、これは、たまにありますね。で、まあ、例えば、この審議則に関する判例ということで、いくつか挙げさせていただいているんですけども、一つこんな判例があります。契約準備段階の過失ということで、まあ、昭和の判例になるんですけども、歯科医の Y が、X の分譲マンション買い主の募集に対して購入を希望しました。で、その購入過程で Y はスペースの面で希望に合わないなと考えてたんですけども、歯科医院を営むためには電気の容量が不足しているってことを X に指摘しました。ちょっとなかなかさらっと読んだだけだと意味わかりにくいかもしれないですけども、歯医者さんをやりたいなと思っている人が、あ、このマンションでここで歯医者やったらいいかもねと思って、まあ見てた。ちょっとでも歯医者やるにはスペース足りないかなと思ってたんですけども、それとは別に、歯医者ってやっぱりその専門器具があるわけですから、では電気容量、ちょっと私も細かいことわからないですけども、コンセントからこう、なんかね、機械とかするときに、ちょっと電気足りないな、これじゃ、みたいなことを言ったわけです。で、じゃあ売ろうと思ってる X は、電気容量増加のための設計変更等をしようかなっていうこと、でその変更するには500万円ぐらいの出費があるんですよってことを Y に伝えたんですけども、ああ、そうなんですねっていうことで Y は、特段中止を求めなかったと。この時前は、スペース合わないからちょっと買わないと思ってたんです。でも、なのに自分で電気足りないって言っといて、あ、じゃあ電気増やしますわ、500万円かかるんですけど、まあ、その500万円はまだ契約してないから X が負担するんですよね。あの人が勝手に X が負担するんだったらまあいいかってことで、まあ、何も言わなかったと。で、結局自分の都合で買い取り断った。いつはやっぱ買いませんわっていう。で、これちょっと審議則違反じゃねっていう。うん。別にその契約するしないはさ自由だし、売買自由だけども、そりゃちょっと、審議則違反じゃないかってことで争いになったわけなんですけども、ただこれ、取引違反は言えないんですよね。なんで審議則で争ってるかっていうと、契約成立してないんですよ。契約成立してないから、契約に基づく、何か請求っていうのはできないから、ただ、審議則っていうのは契約してなくても発生するものなんですね。だからこれ使うかってことになったわけなんですけども。で、判例どう言ったかっていうと、取引を開始し、契約準備段階に入ったものは、審議則の支配する緊密な関係に立つから、相互に相手方の人格財産を害さない審議則上の義務を負う。で、これに反して相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合であっても、契約責任として損害賠償義務を認めるっていうことで、契約締結に至らないのに契約責任を認めたっていうところがポイントですね。で、大事なのは、まあ、波線で引いてるところ、これどういう意味で波線で引いたかっていうと、これに、まあ、これ、この判例を参考というか題材にした論文試験が出たら、この波線で引いた部分を書くことで点数が来ると。いうところ。まあ、いわゆる規範ってやつです。で、
規範という言葉はちょっとちゃんと説明しないといけないなと思うんですけども、何かっていうと、例えば、じゃあこの時に、Y は果たして真偽素規範なのか、それともそれは許される行為なのか、何か基準がなきゃいけないわけですね。判断基準が。その判断基準のことを規範という言い方をしていて、法律の事例問題を解くときには、基本的にはまずは判断基準を書きます。はい、何かトラブル起きましたね、と。で、どうしようかと。損害賠償義務あるかないか。あるかないかはこういう基準で判断します。これが規範です。で、ここでは、どういうことを言ったかっていうと、取引を開始し、契約準備段階に入ったら、そしたら、真偽則の支配する緊密な関係に立つので、相互に相手方の人格財産を害さない義務を負いますよと。どんな義務を負ってるかっていう規範を立てたんですよね。だから単に真偽則の義務を負うだとよくわかんないけども、相互に相手の人格財産を害しない義務を負うっていうふうなところまで行ったわけです。より具体化したわけです。で、これに違反したら、当然義務違反ですから、責任認めますと。はい。だから、規範、より詳しく規範っていうことで分けるんだったら、ちょっとペンどこ行ったかな。はい。ここからですね。相互に相手方の人格財産を害しない真偽素の義務を負う。これが、どんな義務の内容ですよね。で、じゃあ、どんな時にこの義務の内容を負うかっていうと、取引を開始し、契約準備段階に入ったものが、これも、いわば規範ですよね。この基準を満たしたものは、この義務を負うと。ここはあくまで理由ですね。判例はこう言いました。なので、基本的には、この判例見たときに何を思うかというと、同じような事例が出て、契約に至る前に、いや、お前それ先言えよ的な、契約しないのはそれしょうがないけど、契約しないことが違反じゃないですよ、これは。契約しないことは自由ですからね。ただ、もうスペースの規模合わないって考えてるのに、自分から電気容量不足とかって言っといて、500万かかるって言ってんのに、なんか買う雰囲気出して、なんかスルーして、結局買わないっていう、この500万の出費をさせたことなんですよね。で、これを違反と言いたいけど、どういう理屈で違反というかなんですよね。それはこういう理屈で違反と言うんですよ。こういう理屈で。で、この理屈を、皆さんもこれ試験で聞かれたら、この理屈で、X は義務を負うって言わなきゃいけないんですけども、その時にどう書くかなんです。理屈はなんとなくイメージ湧いたと思うんですよ、皆さん。ただ、それを書けるか。しかも、採点基準を満たす。つまり、採点してる人が、あ、これ書けたら何点だなっていう基準を満たして書けるかっていったら話別だと思うんですよね。そんな時に、どうやったら採点基準を満たしてスラッと書きやすいかっていうと、この波線で引いてる部分を覚えてくださいって話なんです。これを覚えて、あ、なるほどね、と。で、取引を開始して契約準備段階に入ったものは、こうこうこうで、こうこうこう追いますって、まず規範を立てます。あとは、じゃあ、この両者が取引を開始して契約準備段階に入ったと言えるかどうかを見るんですよね。で、購入希望して、ちょっと詳しく書いてないですけども、その、実際に部屋を見たりとかしてスペースに合わないなとかって、契約の準備段階に入ってるじゃないですか。そういうときは、準備段階に入っていると言える事実を書くんですよ、論文式試験で。こうこうこういうことをしているから、すでに契約準備段階に入っていると。で、よってですよ。よって、これも書けたらありがたいですね。これは波線でまとめて、ここも書けたら、理由もつけられるとなおよしなんですね。というか、これがないと、なんで急に真偽則出てくるんだって感じがすると思うんで、あった方がいいんですけども、こういう条件満たしてるから、相互に相手方の人格財産を害しない真偽則の上の義務を負いますと。しかし、X は、こうこうこういうことをしたことによって、相手の財産を害することによって、その義務を違反した。よって、損害賠償義務があるっていう、こういう流れ。これがよく言う、規範、当てはめ、結論っていう流れですね。規範、当てはめ、結論。これを書く、規範として書くと。で、当てはめの段階に入る。当てはめ何するかっていうと、契約準備段階に入ったと言える事実をまず問題文から拾い出す。こんなことしてる。これは契約準備段階に入ったと言えますよね。そして、それで、真偽則上の義務を違反しているかどうかをまた当てはめていくんですね。もう、合わないって考えているのに、自分から不足を指摘して、500万もかかるって、聞いたにもかかわらず、止めずに、
まあ、止めなかった、ここでいいんですよね。この都合による断った、これが違反じゃないですか。違反行為は特定した方がいいですよ。これはいいんですよ、別に。買い取りを断ることは義務じゃない。買い取らなきゃいけないわけじゃないです。ただ、買い取りを断る手前で、中止求めるよとか、そういうことなんですよ、ここで言う義務違反はね。それをしなかったから義務をっていうふうな感じで書くということです。で、こういう、論文で必要な、知識やテクニックっていうのは、まあ、ちょくちょく挟みますので、私はちょっとそういうのをちょっと講義の、まあ、軸にしたいと思って講義をやらせていただくので、まあ、一例として、まあ、最初のその例だったんで、ちょっと力入れて話しましたけども、今後もそういう話はしていきます。で、3回目の講義の時には、実際の私が判例を題材に作っている事例問題も載せたりして、私の回答も載せたりして、より詳しくやっていくんですけども、だから皆さん一度にテクニックを覚えなくていいです。今言ったこと、なかなか複雑で一気に覚えられないってことは全く問題なくて、何回も私言いますから、これ。で、ただ、皆さんに今意識してほしいのは、まあ、じゃあ前もって、論述の勉強するときにどこを意識するかっていうと、私が波線で引いているところを覚えた方がいいよってことなんですね。私が波線で引いていることは、これは覚えて書けたら、それ自体の点数が来るんですよ。これが書けてたら何点という採点基準になっているというのが私の予想なんですけども、まあ、基本的にそう私考えていて、だから、これがちゃんと書けたら点数が来る。理想はこれをそのまま書けたら最高ですけども、もちろん、言葉、同じ意味で違う表現になっても構いませんので、おおむねこういうことが書けてほしいというところ。規範の部分です。で、当てはめの部分は問題文を拾うわけですから、別にそれは事前に覚えるとかじゃない。ただ、波線引いたとこ、ここは覚えてと。法律の勉強してて、何が一番厄介かって、もういろんなこと書いてて、正直どこ覚えていいかわかんないっていう、この現象がやっぱ初学者にとって一番辛い壁なんですよね。その一つとして、まあ、言ってることを、私の言ってることを理解してもらうことは前提なんですけども、その上で、暗記というものにどこに力を注げばいいかというと、私はこの波線引いているところですってことで引かせてもらってます。はい。大丈夫ですかね。はい、ちょっと一旦間を取りますね。はい。続いて、安全配慮義務っていうのがあって、でこれどんな事例かっていうと、事例めっちゃ省略しましたけども、自衛隊員 A が自衛隊内の作業中に同僚の運転する自動車にひかれて死亡したっていう例で、うん、まあ不法行為じゃないかって話なんですけども、不法行為ではなく審議則で処理したらどうなるかっていう観点で考えてほしい。で、これは何かっていうと、安全配慮義務っていうのが認められて、この判例で。安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として、当事者の一方または双方が相手方に対して、審議則上を負う義務として一般的に認められると。まあ、これも安全配慮義務を、あ、これ、この試験問題、安全配慮義務聞いてるなと思ったら、これかけることが求められているって考えるわけですね。だからまあ波線でまあ覚えてほしいものに入れているわけなんですけども、どういうことかっていうと、まあその自衛隊員っていうのはその自衛隊のグループっていう、まあまあ、まあ労働ですよね。自衛隊ってまあ労働契約があって、その契約に基づいて、自衛隊のグループ、社会的接触の関係に入った。そういう当事者間ですよね。においては、当該法律関係の付随義務として、つまり、まあ労働だったら、働きます、給料くださいっていうのが、本来の法律関係なんですよ。それの付随義務です、あくまで。ただ、その会社で人が働くときに安全な労働環境じゃないか、それダメでしょと。うん。それは当然、その労働という契約の付随義務として安全な労働環境を提供する義務があるんです。これは契約上の義務なんですということです。うん。それが当事者の一方または双方が相手方に対して審議則上負う義務なんですね、これは。だって契約には働きます、お金払いますしかないから、契約上の義務というより、審議則から導かれると。働けっていう、つまり、1条2項に戻りますと、働けっていう権利の行使ですよね。労働、雇ってる側は働けっていうふうに言える債権がある。その働けっていう権利の行使は、審議に従い、誠実に行わなければならないってどういうことかっていうと、働く場所はちゃんと安全なものを提供してくださいねと。いつ上から物が落下してくるいけない場所に、ちょっとここで働いてって、なんか上から物をしてくるけど、避けてね、みたいなのはダメですと。
ちゃんと上から物が落ちてこないようにして、それを提供する義務があるんです。という、それが安全配慮義務ってものです。で、なので、この、まあ、これも国に対して訴えた事件なんですけども、まあ、その国との契約ですよね。で、同僚が運転する、まあ、自転車に引かれて、まあ、同僚を訴えてもいいんですけども、まあ、同僚も過失があるわけですからね。ただ、同僚、一人間と会社だったら、当然会社の方がお金持っているので、払ってもらえる期待が高いので、その会社に請求したいなって思うことは当然あるわけです。だから、会社に対する、なんか、請求もしたいと。なった時に、この安全配慮義務っていうのが、導けるわけですね。で、これは契約、労働契約法5条で明文化って書いていて、ちょっと参考に見てもらうと、1773ページ、私の場合は。5条ですね。ここですかね。はい。使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとするということで、まあ、この判例とかを受けて、後からこんな法律ができました。はい。だから労働契約だったらもう、これですよ。安全配慮義務云々っていうよりもこれじゃんって話なんで、まあ、特別法ですよね。ただ労働契約じゃなくても安全配慮義務っていうのが、まあ、発生する余地はあるわけですよね。判例の言い方だと。判例は労働契約って言ってないですからね。ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間って言ってます。これ嫌でしょ、このフレーズ。覚えにくいですよね。なんでこんなわざわざ変な言い方するんだっていう。独特な言い回しじゃないですか。でも独特な言い回しほどやっぱり覚えた方がいいかなっていうのがあって、っていうのも、独特な言い回しなんで、書けば、あの判例かってなるわけですから、独特な言い回しは、まあ、なるべく覚えておいた方が、まあ、いいのかなっていう。つまり、まあ、違う表現しちゃうと、あの言い回し覚えてないから、この言い回しにしたのねっていうふうに、まあ、思われるわけですので。ただ、まあ、この辺は、もう、そこまで、なんていうんですかね、皆さんの、負担との兼ね合いです。はい。安全配慮義務っていうものが、試験に出る可能性が高いというと、そういうわけではないです。私はこの波線を試験に出る可能性が高いかどうかっていうのも加味してますけども、それだけで決めてるわけじゃなくて、やっぱ出たら書いた方が点になるか、やっぱ出たら書かなきゃいけないかっていう観点でやってますので、安全配慮義務とかは、なかなかその覚えるのが難しい、ですよね、これね。だからまあ、ざっくりなんとなく覚えて、いざ聞かれたら、これ安全配慮義務聞かれてるなってことが分かって、安全配慮義務っぽい処理をすればいいというのも一つの戦略です。暗記の負担との兼ね合いのですね。まあ、初学者のうちはそこまで意識しなくてもいいですけども、試験が近くなって、なんていうか、もう覚えられることが限られたらそんな戦略もしつつ勉強していくという形になっていくでしょうね。はい。まあ、これも新規則なんですね。新規則って今共通しているのが、なんか、ある関係に立つからやっぱり認められるんですよね。その、契約準備段階っていう新規則の支配する緊密な関係とか、ある法律関係に基づいて特別な社会、適正職の関係に入った当事者間とか。赤の他人同士に新規則ってないわけです。原則としてはね。何かの関係性を持ってるから、その人には配慮しなきゃいけない義務として発生するというニュアンスです。まあ、そこまで覚える必要はないわけですけど。で、次に、金半減の原則っていうことで、言に反することを禁ずる。三字熟語ですね。言葉に反するのダメ、自分が言った言葉に反することはやっちゃダメっていう、まあ、原則なんですけども、事例としてはですね、木材商たる X は Y から、7万8000円を弁済期昭和24年8月29日で利息付き5分の約定で借り受けたと。で、 X は昭和33年3月7日付の手紙で Y に対して本件借金を元本だけにして減額してもらいたい、そうしてくれると同年中に分割払いで返済できる旨を申し入れたと。で、これ何がおかしいかっていうとですね、まあ時効との関係があるわけなんです。で、これですね、まあ時効来ちゃってるんです。実は時効の話は詳しくまた別途説明しますけども、
昭和24年に借りて、で、まあ、弁済益か。借りたのじゃなくて、弁済益昭和24年か。で、この日に弁済するって言ったものを、まあ、何年が経ってから、で、この時点ではもう、時効来ちゃってるんですよね。だから返さなくていいんですよ。時効来たってことは。なのに、借金元本だけに減額してもらいたい。そうすると、同年中に分割払いで返済できるというふうに、時効来てるのに、まあ、債務がある前提の手紙を出しちゃったと。でこういうの債務があることを認めるのを債務の承認って言うんですけども、消滅時効完成後にそれを知らずに、多分この人時効完成したって知らないんでしょうね。だから手紙出したと思いますけども、それを知らずに債務を承認したものは、相手方はもはや時効の援用をしないだろうと考えるから、その後に時効の援用をすることは審議則上認められないというふうに言いました。これも審議則なんですよね。だってそんな法律ないんですよ、時効の条文見ても。だけど、時効完成した後に、ね、借金ね、あるあるある、返すみたいなことを言ったら、あ、この人もう時効援用しないんだなと思うのが普通なんですよ。時効完成後の話ですよ。時効完成前は違いますよ。時効完成してんのに、普通だったら、あ、時効完成したからもう払いませんって言えばいいのに、それ言わなかったから、あ、時効援用しないんだと思うから、もうその後に時効の援用することは審議則上認められる。援用って何かっていうと、まあ、あ、時効発生したから払えませんっていう、まあ、ことを表明することを援用って言います。つまり、時効っていうのは、亡くなったとしても、別に亡くなったけど、あれ払うわっていう、それは自由なんですよ、当事者の。なんか、そう、最初の授業で私、なんか、時効の、援用を最初に放棄するのはダメって話したと思うんですけど、全体行動編の時に。事前に時効の援用を放棄することはできないんですけども、時効来た後に放棄するのは自由です。ただ、この場合、まあ、時効を知らずに認めたとしても、まあ、もうその後時効の援用はもうやっちゃダメっていうふうに決めました。で、これも、まあ、覚えておいた方がいいと思いますけども、まあ、これは、まあ、これこそ別にそのまま覚えなくても、まあ、こういうことかと。こういう、まあ、ことが問題になった時にこれを書ければ、もうそれでまあ、OK ですよね。消滅完成後にそれを知らずに承認した場合でも、相手方はもはや時効の援用をしないと考えるから、その後に時効の援用をすることは審議則上認められないというふうに書くと。でまあ、覚えるときに、相手方はもはや時効の援用をしないだろうと考えるからっていうのを、まあ、極端な話で省いて覚えてもいいわけですよね。意味つながりますよね。消滅時効完成後にそれを知らずに債務を承認した場合、その後に時効の援用をすることは審議則上認められないでも、別にいいです。じゃこの理由を覚えた方がいいかっていうと、覚えた方が、まあ、意思はいいんでしょうけども、どういう差があるかっていうと、それは採点基準によります。この、単にこの部分だけ書けてれば、まあ、ここに1点あげるという採点基準で、理由を別にあるなしで、採点基準に関係ないとしていれば、これを書いても書かなくても点数変わらないですよね。ところが、理由にもちゃんと点数振ろうというふうに、その、作った人が考えて採点基準にしてたら、理由書いてた方が点数くるわけです。これは分かりません。正直そこまでは。問題によるでしょうしね。だけど、書いて限定になることはまずありえないわけですから、余力があれば書いて覚えて書ければいいわけですね。こういうふうに、覚えなきゃいけないことをどこまで覚えるかっていうのが、その採点基準との兼ね合いで皆さん考えればいいということになります。はい。まあでもこれだったら覚えやすいから、覚えちゃえばいいと思うんですけどね。で、まあここに、まあ、注意事項として、時効の完成を知らなければ、債務を承認しても、時効の利益の放棄にはならないという、これ、どういうことかっていうと、時効の利益って放棄できるんですよ。完成後にね。で、どういうことかっていうと、あれ、時効来たな、でもあれはお世話になったからちゃんと払います、時効の利益を放棄しますっていうのは自由なんですけども、ただ、時効の利益を放棄するっていうのは、基本的に時効の完成していることを知ってることが前提です。知らない人が放棄するっていうのは、これは認められないというふうに考えられていますので、なので、この問題が出たときに、あ、やっちゃいけない答案の作り方として、まあ、これは時効を、債務を承認した
から時効の利益の放棄というふうに捉えるとか、これはやっちゃダメです。なぜなら、時効の完成を知らないからですね。これは明らかにこのルールに反しますよね。そう書いちゃうと。だから、民法っていうのは、なんとなく結論だけ、なんか、事例と結論だけ覚えてたらミスすることがあって、結構理論的に複雑なんですよ。これ、実行の完成知ってたら、それは、承認、時効を知ってて承認してるから、これは時効の利益の放棄に当たるってやっちゃえばいいんですよ。そしたら、新規則が出てくる幕はないです。もはや。新規則じゃないです。これはもう、ただの時効の利益の放棄です。逆にそれで新規則って書いたらもう、ダメです。思うつぼで減点されていくわけですけども。そう、だから、なんか似たような事例でも、そのルール、どういう時にどのルールが使われるかちゃんと知って、それがちゃんと使いこなせているのかっていうのを司法試験の論文とかは結構細かく見てきますから、騙されないようにっていうことですね。はい。まあそういう、つまり時効の完成を知ってるかどうかで処理が変わる。はい。ということになります。そしたらですね、一旦ここで前半の授業を終わりにしまして、休憩に入りたいと思います。休憩時間は10分を想定しておりますので、8時5分まで休憩とさせていただきます。では、10分間休憩です。前半お疲れ様でした。はい、そしたらですね、8時5分、10分経ちましたので、後半の授業の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、さっきの続きで、これも同じく審議則の、に関する判例です。4つ目ですね。事情変更の原則っていうのがあって、これ判例がどんなことを言ったかっていうと、事情の変更により当事者に解除権を認めるには、事情変更が客観的に観察して審議則上当事者を契約によって拘束することが著しく不効率と認められることを要するって書いていて、何言ってるかっていうと、まあ、最初の部分ですね。事情変更により当事者に解除権認める。つまり、なんか契約したんですけども、後ですっごい事情が変わったと。めちゃめちゃ事情変わっちゃったと。でも契約って一回、まあ契約しちゃったら守らなきゃいけないじゃないですか。まあ、当然その中に事情が変わったら解除するって決めてたらいいですよ。決めてなかった場合。でも、契約したけどなんかめっちゃ事情変わってやばい、これこのままだとまずいみたいになった時に、それを理由に解除権って認められるんでしょうかという話なんですね。で、その条件を書いているんです。事情変更が客観的に観察して、審議則上、当事者を契約によって拘束することが、著しく不合理と認められることを要する。うん、まあ、こういう理屈で解除するっていう法的構成が取られたんですね。まあ、その解除するための、一つの、まあ、ルールというか、規範として、こういう規範があるんだなっていうことを、まあ、覚えるっていうのも有意義ですけども、まあ、それ以上に、これ見たときに、そういう理屈で解除が争われた判例があるんだなっていうのを知っておくとよくて、っていうのもなぜかっていうと、ちょっとですね、前回、全体構造編でも軽くお話しした、その民法の判例規定方式についてちょっと復習したいんですけども、テキストで言うと5ページですね。なんか全体構造編のテキストにもこんなんあったじゃないですか。これ民法の方にもあるんですけども、民法の方が見やすいですね、これね。全体構造編で載ってたやつ、ね。はい。で、まあ、前回何を私話したかっていうと、例えば、まあ、この辺の規定使いたかったら、こういう筋道に行くやつの条文が基本使えるんですよ、っていうことなんですね。バーってね。で、さっきの例で言うと、あれが論文でもし出たら、なんか事情が変わって解除したいんだな、この人がってことわかるじゃないですか。少なくとも。で、解除しようと思ったらですね、ここなんですよね。契約相続っていうところに解除っていうのが書いてあるんですよ。これを六法で見てみると、六法の、まあその民法の一番最初のページとか開くと、その全体の目次が載ってるんですね。で、解除ってどこに書いてるかっていうと、ここに契約の解除って書いてるの見えますかね。契約の解除って書いてるじゃないですか。540条から548条。契約の相続のところに。あ、解除したい。つまり、皆さん論文で、あ、これ解除するんだ、この問題は。解除したがってるんだ。解除できるかどうか問われてるんだって思ったら、普通ここ探すでしょ。普通ここ探すんです。でも、事情が変更したら解除できるっていう条文ここ探してもない。
あ、できないわ。で、終わったらもう不合格ですよね。そうです。だって、それじゃあ、事情変更しても解除できる条文がない以上で書いたら、まあ点数来ないと思うんですよね。ここ探しててもダメっていう。つまり、ここにない。じゃあ、この判例はどこで処理したかっていうと、どこで処理したか分かりますか？ここですね。一条。一条ってここじゃないですか。審議則って。考え方としてはそう考えられるわけですよ。で、判例がね、契約相続で解決するのではなく、民法相続で解決するって言ってるわけじゃないですよ。じゃなくて、考え方としてはそうなんですよね。で、ここに当てはまる解除事由があれば、ここで解除すればいいんです。うん、でもなかった。ということで、ここを使ってる。そうですね。まあ、基本的には、そういうふうな考え方をすることが多いです。例えば、なんかその、消費貸借の問題考えたいなと思ったら、まずここを探す。なかったら相続に行って、なかったらこう行って、まあこう行ってと。まあだからといって、その本番でいちいちこれの条文全部調べるわけじゃないですね。ある程度事前知識があって、あ、これだったらあそこだなって目星がつくわけですけども、基本的な発想としてはそれが普通かなと。うん、まあこれ明らかに虚偽表示だって分かって、こっから、その場合こっから行きますよ。そういうのとはまた別の発想で、ちょっとよく分かんない問題が出たらどっから探すかっていうと、普通はまあこういう探していくという。ことです。だから、この判例を知ってる知ってないの差がどこで出るかっていうと、まあ、そういう事情変更で解除したいっていう問題が出たときに、そもそも、ここを使って解除の検討するんだっていう、もうその構成にたどり着かないんですよね。もうそしたらもう勝負、土俵にも上がれないんですよね。だから、まあ、こういう判例っていうのは、そういう処理の仕方があるんだって、知ってないと解けない問題だなって僕は思いますね。もしそういう問題が出たら。判例読むときとかにもなんかそんな感覚で読んだりするんですよね。まあ、勉強が進んでいくとね。あ、この判例って事例問題だったらこういう覚悟で、角度で出せて、その場合こういう構成しないと点数来ないよねっていうふうな。まあまあそれはもう今のレベルで皆さんに要求してるわけじゃないですけども、まあ、上級者というか試験近くなったらそういう感覚で判例読めるようになってたら、非常に、まあ、この講義受けていただいている価値があるのかなというふうに私なんか思えるわけですね。はい。まあ、ということで、まあ、この規範っていうのを、まあ、覚える重要度はそこまで高くないと思うので、波線引いてないですけども、もちろん余力がある方は覚えていただければいいですが、それ以上に大事なのは、なんか契約した後に事情が変わったら、審議則の条文使って、審議則上、両者を契約に拘束するのは著しく不当だ。だから解除を認めるんだ。そういう構成があり得るんだなってことを知っておくこと。うん、それ丸々1個の構成なんで、そこにまとめて15点とかドーンって配点振られてる可能性高いですからね。規範書いて、当てはめまで含めて。規範も当てはめも作れないじゃないですか。それ、これ知らなかったら。丸々15点とか損すると。それやばいという話になってくるわけですね。で、続いて、権利執行の原則っていうのを見ていきたいと思います。で、これも解除に関する話ですが、解除権を有する者が、久しくこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使、せられないもの。これ僕5時なのかな？それとも古い言い回しがこれなのか？ちょっとそこはすいません。反転としません。もはや行使せられないで合ってんのか？日本語として。ここはすいません。行使せられないものと、信頼すべき正当の自由を有するに至ったため、後にこれを行使することが審議則に反すると認められるような特段の自由がある場合には、もはや解除は許されないということで、つまり、まあ、解除権がある状況で、ずっと解除しなかったと。あるのに。後から突然ポーンって解除しますってなったときに、いや、もうあれ解除今更するのみたいな。いうときに、審議則上解除許されないことがありますよということ。はい。まあ、審議則の条文もう一度思い出してもらうと、あれですね。権利の行使及び義務の履行は審議に従い誠実に行わなければならないと。解除という権利の行使も、そんな、その、もう、解除しないんだなと思ってる状態で、もう何年もやってないのに急にやるっていうのは、それは、審議正俗にやったとは言えないと。審議誠実にやったとは言えないというような理解になるわけですね。で、一連の判例はテキストで言うとですね、
39ページに載ってますね。はい、ここがさっき見た審議則に関する判例 の、まあ、テキスト39ページに載っているところです。で、この中で私が重要だと思ったものを抜粋してレジュメにはしてます。他気になることがあれば、ここで読んでいただけ、でもいいかなと思います。信頼関係破壊の法理だけ抜粋してないのかな、他は全部抜粋してるか、いや、そんなことないか、禁犯言の原則とかも3つのうち1個しか抜粋してないんで、そうですね。でここ見ると、やっぱりもはや行使されないものって書いてますね。だから、この、私が書いた行使せられないは、もしかしたら誤字でされないかもしれませんね。ただまあ、ちょっとはっきりわからないです。というのも、30年の判例なんで、で私多分これ、判例のその、そもそもの元の文を見て、ちょっと自分で打ってるんですけども。だからその古い言葉がこれだから私このまま打ったのか、本当に、ただの打ち間違い。SA って打つところ、SE って打ったのか、それはちょっとわかりませんけども。まあ、されないで別に古い言葉使う必要ないので皆さん、されないで使っていただければいいです。はい。まあ、こんな感じで、重要な判例が、こちらで載っているということになります。で、ちょっと余談なんですけども、ここで、判例の年月日書いてるわけですけども、まあ、そのね、プラスアルファで、100選とかって書いてるじゃないですか。100選っていうのがですね、すごく重要な判例を集めた本なんです。で、この100選の、どれに載ってますよってことを書いてるんですね。で、民法は100選1、2、3っていうのがあって、例えばこの判例だと、民法100選1の43番ですよ。この判例だと、民法100選2の2番ですよ。これは民法100選2の3番ですよっていうことで、皆さん勉強の参考までに言いますと、なんかこう、テキストとか教科書読んでて、100選って書いてたら、あ、この判例めっちゃ重要だって思ってくれて、基本的に OK です。100選に載ってる判例は非常に重要なんですので、まあ、載ってない判例が重要じゃないってわけじゃないですが、載ってる判例も重要だというふうに考えていただければなと思います。はい。そしたらですね、今のが、1条を、2項の話したんですよね、私。で、次にお話しするのは1条3項の方です。権利の乱用はこれを許さないということで、なんか何が違うんだみたいな感じはしますけども、まあ、判例見ていきながら考えていきましょうか。はい、で、権利乱用に関する判例ということで、まず、宇奈月温泉事件ということで、宇奈月温泉っていうのは温泉ですね。当たり前のことを言っただけですけども、なんか、富山県の温泉なんだなと思いますね。なんか、調べたら富山って書いてたんで、行ったことはないですけども、まあ、まあ、知名度のある温泉だと思います。で、まあ、それに関する判例で、X は宇奈月温泉を経営する、Y 会社が他人の土地2坪ほどをかすめて、引頭管を設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて、Y に不当に高額な価格での買い取る要求したが拒否された。そこで X が Y に対し、引頭管の撤去を、請求したということで、まあ、何を言ってるかっていうと、まず、まあ、宇奈月温泉経営する会社、つまりそのお湯しかなきゃいけないわけですよね。源泉のね。源泉から、こう、パイプかなんかでね。その時に、まあ、土地を通るわけじゃないですか。当然、そのパイプ引くってなった時に。で、その会社の土地をパイプで引くのは全く問題ないんですけども、他人の土地をちょっとそのパイプが通っちゃってたわけです。で、あ、それに X 気づくんですよ。この段階で X の土地じゃないんですよ。他人の土地をかすめてんのって気づく。そしたら、その X は、その土地を買い受けて、その他人から買ったんですよ、その土地を。で、どうなるかっていうと、その土地の上を勝手にパイプ通っちゃダメなんですよね。所有権の侵害なんですね、原則としてね。だから、お前ここパイプ通したかったら、俺の土地買えよって言ったわけです。不当に高額な価格で買い取る要求した。でも、Y は、そんな不当な価格でね、本来大した価値のない土地をそんな不当な価格でなんで買わなきゃいけないんだって拒否したと。そしたら、あ、買わないんだ、そうかそうか、分かったよと。でもあんた、俺の土地の上にパイプ引いてるよなと。あれ、所有権侵害だから撤去しろよって言った。はい。じゃあ判例どう言ったか。
はい、所有権の侵害による損失は有に足らず、侵害の除去が著しく困難であり、それができるとしても莫大な費用を要すべき場合において、当該除去請求は単に所有権の行使たる外形を有するにとどまり、真に権利救済を目的とするものではないので、社会通念上所有権の目的に違反してその機能として許されるべき範囲を逸脱するものであり、権利の乱用に他ならないということで、権利乱用を認めました。で、どういう理屈で権利乱用を認めたかっていうと、まず、所有権の侵害の損失は有に足らず。有に足らずっていうのは言うほどでもないってことですね。つまり、あなたの持っている土地の上に確かにパイプあるけども、その侵害の程度、それによる損失って、そんな言うほどのことじゃないでしょ。ということですね。まず言ったの。で、侵害の除去が著しく困難であり、それができるとしても莫大な費用を要すべき場合において、まあ、そうだったんでしょうね。詳しいことはここに書いてないですけども、そのパイプを除去してっていうのは、すごい難しい、もしくは費用がかかることだったんでしょう。はい。そうすると、そんな場合は、当該除去請求は単に所有権の行使たる外形を有するにとどまり、真に権利救済を目的とするものではないのであって。ここで言ってることになんか、すごくよく、僕なんかしっくりくるなって思うんですけども、単に所有権の行使たる外形を有するにとどまり、つまりこの人は形式的には所有権を行使してるだけなんですよ。だって皆さん、自分の所有する駐車場に他人が駐車してたらどけって言うでしょ。それ所有権の行使ですよ。いや、ここが私の駐車場だから私が使うんだよ、あんたが使うなってことですけども、でもこれ、それは本当に純粋な所有権の行使なんですけども、その土地をちらっとパイプかすめててそれどけろっていうのはもうそういう目的じゃなくて、所有権としての目的というよりも、その外形を有する。形式的にはそうだけども、真に権利救済を目的とするものじゃないよねと。そんなパイプがあるから何ができないってことじゃないじゃないですかってことです。駐車場に車止めてたら自分の車駐車できないから、それは真の権利救済を目的としてますけども、そうじゃないっていうことですね。で、社会通念上所有権の目的に違反して、その機能として許されるべき範囲を逸脱すると。いうものであり、権利の乱用に他ならないということで、だからその、引渡官の撤去請求が認められないという判断をしております。これが権利乱用ですね。はい、でこれは、まあ、宇奈月温泉事件という一つ目の権利乱用の事件で、もう一つは信玄公旗掛け松事件って読むらしいです。信玄公旗掛け松事件。読み方覚えなくていいですけど、武田信玄の信玄ですね。旗をかけている松があると。松の木。で、X は武田信玄が旗をかけたと言い伝えられている由緒ある、これはですね、庄寿って読むんですかね。庄寿を所有していたところ、Y により庄寿付近の鉄道の本線及び回避線が、敷設された。X は梅園による庄寿の故死を恐れて線路の位置変更等を Y に申し入れて、いたが受け入れられず、結局少女が故死してしまったため、X は Y に対し不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えを提起したということで、これ不法行為なんですかっていう話がまず出てくるんですね。どういうことかっていうと、まあ、鉄道会社が鉄道を走らせるのは別にいいわけじゃないですか。で、その鉄道の、まあ、これは、年月日書き忘れたな。まあ、すごい古い判例なので、あれですね、まあ、今の電車とかじゃなくて、まあ、煙とかもくもく出てたってことなんですけども、年月のテキストの年月日に言ってたと思うんで、ね、ちょっと見てみます。はい、この判例はですね、41ページに載ってますんで、レックのテキストですね。41ページの、新元号旗掛け松事件って、まあ、書いてますんで、そこを見ていただけると、大正8年の判例なんですね。すごい古いですね。大正8年。で、まあ、100選の1の2番ということで、まあ、100選判例ということなんですけども。でも、要するに、別にその、鉄道を走らせるのは、別に権利の行使としては全く問題ないけども、まあ、その煙で、ね、まあ、由緒ある松が枯れちゃったと。それは不法行為なのかどうかっていう話です。判例はこういうふうな見解を述べました。権利の行使に当たる場合であっても、社会通念上被害者において任用すべきものと一般に認められる程度を超えた場合には、権利行使の正当な範囲にあるものとは言えず、不法行為が成立すると。まあ、いうことで、
まず権利の行使に当たる場合っていうのは間違いないわけですから、権利の行使で不法行為が認められたらたまったもんじゃないですね。ただし、その、社会関連上被害者において任用すべきものと一般に認められる程度を超えれば、それも権利行使の正当な範囲とは言えずに不法行為になりますよっていうような、発想で、事件を処理しました。だから不法行為として損害賠償が認められたということになるわけですけども、なので、被害者、今回で言うと、松枯らされた人ですよね。はい。まあ、それは、被害者が任用すべき限度を超えてますということなんですね。由緒ある松だということも当然関わってきてるでしょうね。そういう価値のあるものを枯らされてしまったというのが不法行為だと。この辺が権利乱用になってます。で、まあ、権利乱用の判例2つ見て、まあ、各々の、この、正直ここに書いてあることを覚える必要性っていうのはそんなに、この判例の部分ですね。これは丸々覚える必要性っていうのは私そんなにないかなと思ってるんですけども、まあ、そうじゃなくて、その、じゃあ権利乱用で処理したいときって、どういうふうな覚え方したらいいかっていうと、まあ、こういうふうな基準で考えられることもあります。権利の行使によって得られる権利者の利益と相手方や会社が、社会が受ける不利益の程度を比較考慮し、権利者の主観的対応も考慮して総合的に判断する。で、まず、まあ、利益と不利益を、まあ、比較考慮。比較考慮っていうことは法律の世界でめっちゃよく出てくるんですよね。この四字熟語。まあ、天秤にかけるっていうニュアンスですね。権利に行使によって得られる権利者の利益。はい。まあ、ここで言うと、うなずき温泉で言うと、まあ、自分の土地の所有権ですよね。はい。パイプどかすっていう権利と、相手方や社会が受ける不利益の程度。まあ、これは、うなずき温泉で言うと、まあ、そのパイプをどかさなきゃいけないっていう。それに費用がかかるっていう。これ比較考慮する。それだけじゃないのがポイントですね。権利者の主観的対応も考慮して総合的に判断する。権利者の主観的対応って何かっていうと、これ権利者って誰のことか分かりますかね。うなずき温泉で言うと権利者って誰のことか。温泉を、引いてる人なのか、それとも温泉を引かれた人なのか、X なのか Y なのか。これは X のことです。X が所有権という権利を主張しているので、X です。権利行使している人ですね。Y は権利行使されている側です。で、X の主観的対応って何かっていうと、ここで X はそもそも自分の土地じゃなかった土地なんですよね。ところが、もうパイプ通ってるような、この時絶対思ったんでしょうね。うん、これ自分のものにすれば、会社譲れるなって多分思ったんでしょうね。それが主観的対応です。客観的ではないですね。客観的には別にその自分の権利なわけですけども、主観、つまりその意図ですよね。あんたは、そういう、まあちょっとずる賢い目的で権利行使しようとしたんだよねっていう、それも考慮して総合的に判断するっていう、この規範を使えば、いろんな、事情を拾えますので、で、これをバッと使ってもらって、で、うなずき温泉だったら今言ったようなことを挙げてもらって、書けばいいと思います。まあちょっと新元号旗かけ松事件の場合は、なんかちょっと権利者の主観的対応とかがうまくここに反映されてないので、まあなかなかそこは表現しにくいかと思うんですけども、まあ実際の試験問題では何らかしら書いてると思いますので、まあこの規範を使えばいいのかなというふうに思いますね。なので、ここの判例に書いてるこれをそのまま使ってももちろんいいんですけども、まあ、こっちを覚えた方が万能ですし、うん、いろんな事例に対応できると思います。で、まあ、これが原理の行使で、まあ、審議則と違うのは、まず、両者の間に緊密な関係がないということですね。単に権利を行使するっていう状況。審議則は緊密な関係がある間柄で使われるのが原則ですね。まあ、その、解除権がどうこうっていうのは当然契約した関係があるわけだし、まあ、その、敗者の例で言うと契約を締結しようとした関係ですし、あとは、安全配慮義務だったら労働っていうね、特別な関係に入ってるわけですし、まあね、時効の延長とかっていうのも当然もうすでにその関係性があるから時効っていう権利が発生してるわけですけども、1番とか2番はもう他人なわけじゃないですか、完全にね。他人が権利行使してきて、それがなんか乱用だっていう、まあそういうのは権利乱用と処理してるというような、まあ傾向があります。まあそこで、まあ1条と3条の使い分け。
まあ、これが特に大事なのは、あの担当とかでね、これが何で処理されたかって聞かれたときに、あ、どっちだっけってなるから、ここに挙げられた判例ぐらいは覚えておいて、担当とかでは、まあ、それで、あ、はい、これ権利乱用の判例です。はい、これ審議則の判例ですって処理できるといいかなというふうに思います。はい。さあ、ここまで大丈夫ですかね。今のが、民法の1条に関する審議則と権利乱用の話でした。そして、1条が終わって、次に、まあ、章が変わりますね。第2章。私権の主体っていうことで、まあ、前半でさらっと話した私権の主体って自然人と法人がありますよって、そこを詳しく見ていきます。で、まず第一節、自然人から見ていきますが、権利能力っていう言葉がありますので、理解していただきたいと思います。権利義務の主体となり得る地位、資格のことということで、まあ、最初私、例えて猫には権利能力がないみたいな話をしたと思うんですよね。猫に財産をあげるって言っても、それは猫には財産が帰属しませんと。はい、何か、権利義務の主体となるべき地位資格、これを権利能力と言います。で、自然人というのは、まあ、さっき見たように出生に始まるということなので、生まれてくれば権利能力を有します。これがあれですよね、後で見る意思能力とか行為能力の違いですよね。ここで権利能力という言葉があって、ここで意思能力という言葉があって、で、ここで、行為能力って言葉がありますが、それぞれちゃんと使い分けれるようにしていただきたいです。権利能力は生まれた瞬間からあります。でも、意思能力や行為能力は当然ないです。生まれたばかりの赤ん坊に意思能力があるはずがない。権利能力っていうのは、赤ん坊に何かあげるってなった時に、赤ん坊がその、もらうことができる、権利を帰属できることです。自分で意思を表示してるわけじゃないですね。ただ、権利を与えることができるっていうことに、それを意味しています。で、この出生っていう言葉の意味なんですけども、まあ、これ出生と読むか出生と読むか、ちょっと、まあ、どっちの読み方も日本語としてはあると思うんですけども、生きて母体から完全に分離することを言います。これを完全露出説って言って、で、これ刑法では、一部露出説になってますんで、権利の共有は出生から始まるってことで、どうなったら出生なんですかっていう中途半端な状況ってあるじゃないですか。まあ、生まれたみたいな、どこからですかって話なんですけども、この二つはやっぱり、間違いないように、これなぜなら担当でね、ややこしいので、まあ、論文でこれが聞かれることはあんまないんですけども、担当だともあり得ますので、刑法と民法両方担当ありますからね、司法試験も予備試験もね。で、まあ、両方とも覚えておく必要があると。これ、民法どっちだったっけ？刑法どっちだったっけ？なんか違うことだけ覚えてるってなったらどっちかわかんなくなっちゃいますか？で、まあ一応、なんか覚えやすい語呂合わせとか作れないかなと思って、ちょっと私なりに考えて、まあ決して出来のいいことを自分では思ってないわけですけども、一応区別ぐらいはできる語呂かなと思って考えたんですけども、完全露出が民法で一部露出が刑法なので、その語呂としては、完全露出の民、一部刑罰っていうのを考えて、完全露出の民です。つまり、民が完全露出してるんです。完全露出の民。で、その民に一部刑罰。つまり、完全露出してるので、罰しようと。何を露出してるかはその上にお任せしますけども、完全露出の民がいるわけです。民だから集団です。民って民法の民ですよね、漢字で書いたら。で、それを一部刑罰だけども、民だから逃げられたりするわけですよね。一部捕まえて刑罰を加えると。ダメだよということです。はい。で、完全露出の民、一部刑罰で、完全露出は民法、一部露出は刑法です。刑罰の刑は刑法の刑ですね。っていう、まあ、語呂合わせとかで、私だったら、まあ、覚えたらいいのかなとか思ったりして、これを使う、使わないは全然お任せします。もう覚えてる人は別に語呂に頼らなくてもいいし、まあ、担当で区別できれば十分かなっていうところなので、もうそれだけ覚えて、刑法は、一部刑罰では、一部露出説か、みたいなことで、担当で、クリアできれば、まあ、役に立つのかなと思いました。はい。皆さんも覚えにくいところがあったら、自分で語呂合わせとか作るとかは、まあ、私も司法試験に限らず、大学受験とかでも、まあ、よくやった話なので、まあ、ご自由に作っていただければいいのかなというふうには思います。で、胎児を出生したものとみなす場合っていうのがあって、つまり、まあ、完全に生まれてくるまで民法では、出生したことにはならない。まあ、出生して、権利義務の負担にならないわけなんですけども、例外があります。この例外ちょっと覚えておいていただきたいと思います。担当のためにっていうのもありますけども、
胎児は、胎児ってつまりお腹の中にいる子供なので出生してないですよね。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなすっていうのと、あと胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなすっていうのと、あと、まあ、その規定っていうのが、受遺者についても順用するってことなので、まあ、遺贈を受けるときにも順用されるっていうことで、この、まあ、3つのケースで生まれたものとみなされることがあるわけですね。これはその、どういうときに生まれたものとみなされるのかっていうので、まあ、担当で出題される可能性があるというところなので、覚えておいてほしいと。テキストで言うと43ページですね。この3つ、不法行為に基づく損害賠償請求と相続と遺贈、この3つは胎児でも生まれたものとみなされますよということになります。で、じゃあすでに生まれたものとみなすってどういう解釈をしてるんですかと。生まれてないわけですから、生まれてないもの、生まれたものとみなすってどういう意味ですかということですけども、これ結局、まあ一般的に解釈されているのはこういう解釈で、胎児の間、生まれてくるまでやっぱ権利能力がないんですよ。ただ、無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得するっていう停止条件説を取ってます、判例が。停止条件と解除条件、最初にお話しした通り、停止条件というのは、それが発生、停止条件が発生するまで効力が発生しないわけですから、生まれたものとみなすっていうのは、まあ、生まれたらその時に遡って生まれてたっていうふうになるっていう趣旨なんですよ。まあ、で、だから生まれてこなかったら、無事に生まれてくることができなければ、ちょっと生まれたものとみなすことにはならない。多分生まれてなかったことになっちゃうと。と複雑なんですけども、一応判例は停止条件説を取ってると。なので、これ何をが、違うか、これ解除条件だと何が違うかっていうと、解除条件っていうのはその時点で条件が満たされるまではずっとその契約は有効っていう話だったと思うんで、解除条件だったら、胎児の時から権利能力があるっていう発想になるんですね。で、権利能力があるかないかっていうのが、例えば、胎児中に法定代理人をつけて、その母が胎児を代理して損害賠償請求とか、示談とか遺産分割とかできるのか。胎児の間のうちに、権利能力があるんだったら、その権利能力を母が代理して、こういうまだ生まれてきてないのに損害、その子供に代わって損害賠償請求したり、示談したり、遺産分割したりできるのかと。まあ、損害賠償請求は生まれたものとみなすわけですから、まあ、胎児に対して損害を与えるようなことがあれば、その請求できるわけなんですけども、生まれてなくても。まあ、相続とかもできるわけなんですよね。まあ、ただ、死体で生まれたときは適用しないって書いてるんで、まあ、それは停止条件の、まあ、その発想としては近いわけですけども。まあ、解除条件でも矛盾しないので、まあ、争いになってるんですけども、まあ、いずれにせよ、こういった条文の解釈する上で、こういうことができるのかどうかは、やっぱちょっと、はっきりしないと。なので、判例は停止条件と考えて、こういうことはできないと。生まれてくるまでは権利能力がない。で、生まれたら、その胎児の時に、つまり不法行為があった時が、例えばその妊娠何ヶ月とかの時に不法行為があれば、その妊娠何ヶ月の時に遡って、そこからも生まれてたっていう解釈をしますっていう、ちょっと複雑な理解はしてます。まあ、あんまりこれがそこまでその論文とかで出て、なんかその合否を左右するってことはなかなか可能性はまあ高くはないと思いますけれども、まあ一応こういった説があるので、まあ頭に入れといていただけたら結構応用的な話をしてますので、今の段階で理解できないっていうのはまあそこまで問題ではないかなと思います。ただまあ、権利能力っていうのがあるっていう。それは生まれた時に発生するっていうこと。そしてそれは、生まれる前に権利能力があるものとみなされるのが3つの例外があるということは知っておいていただけたらなと思います。で、権利能力と違う概念で意思能力ですね。これは、まあ、自分で判断してなんか契約とかができるという力なので、全く別のものです。で、事故の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力っていうことも一般的には言うわけで、まあ例としては幼年。高度の精神病、泥酔などにより、自分の行為による権利義務の変動の結果を理解できない場合には、意思無能力となるということで、まあ、3条の意味条文書いてますね。法律行為の当事者が意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。うん、ちゃんと判断できない人と、まあ、その人が
言った意思表示ってのは無効ですよと、泥酔してるときに、その隙に、ちょっとあなたの持ってる家、私に贈与してくれないとか、泥酔してる相手にいいよって言わせても、それはダメですということになります。で、その次に行為能力っていうのがあって、これ何かっていうと、意思能力って分かりにくくないですか？幼年って言っても、じゃあ何歳からその意思能力あるんですかっていうのって、はっきりしないじゃないですか。別に年齢で区切れる問題でもないじゃないですか。その子によっては、ね、早熟な子は、ね、年齢が小さくても意思能力あるかもしれないし、逆もあり得るし、泥酔も酔い方によって違うし、精神病も様々だし。ってなってきたら、一個一個あの時の意思表示がどうだ、こうだって判断すると、やっぱり複雑なので、行為能力っていう制度があるんです。どういうことかっていうと、意思能力の有無を個別に判断することは困難なため、行為能力制度を設けて、法律行為の有効無効を類型的に判断できるようにしたということです。つまり、行為能力っていうものは別に意思能力があるとかないとかじゃなくて、別途行為能力っていう概念を考えて、行為能力って自らの行為により法律行為の効果を確定的な事項に帰属させる能力ということで、まあ、自分の意思でこういうことをしたいって考えて、それがその効果が自分に有効に帰属する能力のことを言うんですけども、それは類型的にこういう人は行為能力を制限しますっていうふうに法律が決めちゃったんです。で、それが1から4に書いてある未成年者と成年被公権人と被補佐人と被補助人っていうやつです。未成年者は馴染みありますよね。よく保護者の同意がなければ取り消せるっていうあれです。あれ。これまさに行為能力の話をしているわけです。つまり、まあ、今で言うと18歳未満ですかね、未成年は。だから、18歳未満の子がなんか契約しても、保護者の同意がなければ、それは後から取り消すことができる。それは、その子が意思能力がその子が意思能力なければそもそも無効ですから、取り消しと無効は違うんですよね。前半でさらっと話したかもしれないですけども、無効は最初から無効。取り消しは一旦有効なものを後からやっぱなしってする。で、意思能力がなければ無効なんですけども、まあ、ただ、未成年で別に意思能力はあっても、まあ、ちょっと18歳未満の子は、なんかこうね、うっかりなんか良くない契約したいことがあるから、それはもう保護者の同意がなければ取り消すっていうルールを作ったわけです。それが行為能力っていうことで、これが1から4の、1から4の類型に分かれている。で、まあ、これも、まあ、そんなにその、論述で出るものっていうイメージではあまりないんですけども、担当ではまあよく出るなっていうイメージなんですね。で、担当でよく出るので、ここに書いてある、まあ、条文がそれぞれね、未成年者は5条、6条っていうふうに、まあ、条文があって、まあ、この条文に書いてあることが分かれば、担当問題はおおむね解けることが多いんですよ。ただ、この条文は本当複雑で、なかなかね、これを覚えて担当で正確に判断するのは難しいです。うん、っていうのも、まあ、ちょっとじゃあこの辺を深掘りしていきますと、まあ、レジュメではこの程度しか載せてません。本当に勉強初めての人は、こういう概念があって4つの類型があるんだなということを分かっていただければ全然問題ないので、レジュメではこれ以上載せてませんけども、これ以上のこと、詳しいことがテキストの方には書いてます。ちょっとここからはテキストを見ながらお話をしていきたいと思います。でテキストのページで言うと、ここですね。46ページですかね。ここから行為能力の話になっていきますよね。はい、で、まあ、行為能力制度の話とかはさっきしたまんまです。で、まず、そのさっき類型に分けた、まあ、4つのパターンがそれぞれ載ってますけれども、まあ、それぞれそれを保護する人がいるわけですね。未成年だったら親権者もしくは成年、未成年後見人。成年非後見人は成年後見人。非補佐人は補佐人。非補助人は補助人ということです。こっちが、行為能力がない人たち。それは、こっちがその人を、まあ、保護する人たちっていうことです。これはそりゃそうですね。未成年者と親権者だからね。まあ、この辺はやっぱ非って書いてる方が貢献される側ですよね。成年非貢献人。成年貢献するのが貢献人。
補佐される側が被補佐人、補佐する側が補佐人、補助される側が被補佐人で、あ、補助か、ごめん、補助される側が被補助人で、補助する、される側が被補助人で、補助する側が補助人ってなってる。で、まず、全体的なことを言うと、未成年者はもう18歳未満ですよね、今はね。それはいいと。でこの辺は、精神上の障害がある人たちなんですね。で、上に行くほど重いです。一番重いのが成年被後見人、その次に重いのが被補佐人、その次に重いのが被補助人っていう感じです。なので、まあ、未成年者はちょっと特別ですので、ちょっと未成年者から見ていきたいと思います。まあ、未成年者と他の人たちはちょっとまあ、ジャンルが違うかなってイメージですね。で未成年者は5条6条に条文があるので、ちょっと5条6条を見ると、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、義務を免れる行為についてはその限りではないということで、まあ、ただし以降は、まあ、それ、別にその未成年者が害される心配がなければ別にいいでしょっていうことを書いてます。ただし、それ以外の行為については、法定代理人の同意がなきゃいけなくて、で、2項には、前項の規定に反する法律行為は取り消すことができると書いてるわけですね。子供が勝手にやっちゃった契約は取り消すことができるというのは、ここに根拠があるということになります。はい。で、一項の規定に関わらず、法定代理人が、まあ、法定代理人というのは、まあ、親権者とかのことなんですけども、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲において、未成年者が自由に処分することができる。で、目的を定めないで、処分を許した財産を処分するときも同様とする。これ何かっていうと、皆さんも子供の頃きっと経験があると思いますね。これでご飯買ってきなさいって。目的の範囲において、どんなご飯買ってもいいですよね。で、あ、これお小遣いだから自由に使っていいよって。目的を定めないで処分許された財産。それはまあ自由に処分できますよね。はい。まあ、そういうものです。そういうものは、別に保護者の同意いりませんよ。ということですね。それは法律にルールがあるということなんですね。一応もう一度繰り返して条文を読むと、目的を定めて許した財産はその目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。まあ、こういうことに使いなさいって渡したお金。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。お小遣い自由に使いなさいっていう感じで覚えてください。で次、6条。未成年者の営業の許可ということで、まあ、一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の法律法同一の行為能力を有するということで、まあ営業を任された、営業を許された、ことに関しては、まあ、同一の行為能力を有するということで、まあ、そうじゃないとちょっとね、営業でやってるのに、後から取引したらちょっとひどいわけですから、まあ、営業の範囲内においては、まあ、その成人と同じように扱いますよという、まあ、そういう条文もあるということ。おおむねこのあたりですね。覚え、まあ、その、担当対策では覚えなきゃいけませんね、これね。はい。担当で点数稼ぎたい人はこの辺を覚えておく必要がある。次に、後見開始の審判ということで、こっからがさっき見た、成年被後見人ってやつです。これ、どんな人のことを言うかというと、精神上の障害により、事業を弁識する能力を欠く状況にあるもの。これがまず、後見人の、まあ、定義というか、意義ですね。精神上の障害による必要があるということです。精神上の障害により。で、事業を弁識する能力を欠く状況にあるもの。これが、成年後見人。成年被後見人。で、補佐人は、被補佐人は11条で、被補佐人見ると、これ比べてみてほしいんですけども、精神上の障害による、ここまで一緒ですね。事業を弁識する能力が、著しく不十分であるものが被補佐人です。さっきの成年被後見人は、事業を弁識する能力を欠く。ないんですよ。ノーです、ノー。ない。で、こっちは、著しく不十分。あるはある。不十分ってことはあるんじゃない？あるはあるけど、ちょっとしかない。っていうニュアンス。欠くと、もう、非後見人。で、著しく不十分だと、被補佐人。そして、じゃ被補助人は何かっていうと、条文が15条か。精神上の障害により、事業を弁識する能力が不十分。
一日ルシークが抜けただけですね。はい。っていうふうなグラデーションで、まず決まってます。その3社。で、当然、いわゆるその、事業を弁識する能力がまだある人の方が、その本人が独立でできる範囲が広くて、まあ、ない人に従って、その範囲が狭くなっていくっていうイメージなんですね。で、さっきの上の表現は、まあ、その入れ替えて出されて担当で出たら区別できた方がいいですよね。当然のことながらね。うん。例えば、補佐人というのは、非補佐人というのは、精神上の障害により事業を弁識する能力が不十分であるものを言うは、×ですね。それは補助人じゃんって感じです。補佐人は著しく不十分だからっていうところになります。はい。で、まあ、じゃあどんなことができてどんなことができないのかっていうのを見ていくと、まあ、例えばですね、まずそういう状況にある人がいたとして、で、その人がいたとするじゃないですか。で、その人がいたら、無条件に、非貢献人になるわけじゃないですよ。なぜなら法律上の制度なので、まあ、この人は精神上の障害により事業を弁識する能力を欠くので非貢献人にしてくださいっていう審判を請求しなきゃいけません。そこで認定されて初めて非貢献人になるんです。これが法律がこういう制度を作った意味なんですね。つまり別にそういう人がいてほっとくことはできるんですよ。でもほっとくと、例えばその周りの家族とかその人が勝手に契約したったら迷惑するじゃないですか。で、じゃあ無効なんだ。この人はもうそんなこと、意思能力ないから無効なんだって言いたくても、意思能力があるかないかっていうのは別個個別判断なので、非常に証明も難しかったりする。うん、なんか医者に見てもらってとかなんかね、すごい多分実際裁判したらめんどくさいと思うんですよね。だからもう事前にこれに指定しとくと、裁判で請求して指定しとくと楽なんですよ。あの人ね、もう後見に指定されてるんですよ。だからね、取り消せるんですよって、もうスッとスムーズに。そのための制度ですから、そういうものの全体像をイメージしてほしいですね。はい。だから、こういう状況にあるものについては、家庭裁判所。これ、管轄は家庭裁判所なんですけども、本人とか配偶者とか、まあ、こういう人によって、後見会社の審判をすることができる。この人、後見人だから、非貢献人だから、非貢献人の指定してくださいねっていう、非貢献人だからって言い方変ですけど、まあ、精神上の障害により事業を弁識する能力を欠くからっていうこと。欠くからっていうことですね。はい。だから貢献会社の審判にしてくださいねって請求ができる。で、家庭裁判所がそう認めたら、まあ、その段階で非貢献人になると。そして、8条を見ていただいたらわかるように、貢献会社の審判を受けた者は、成年非貢献人とし、これに成年貢献人を付すると。これで晴れて、その法律の趣旨が、まあ、満たされる、生かされるわけですね。はい。で、じゃあ、成年非貢献人はどんなことができるのかっていうと、で、成年非貢献人の法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入、その他日常生活に関する行為については、この限りではないということで、成年非貢献人ができるのは、もう本当これに限られているわけですから、非常に範囲が狭いわけですね。日用品の購入、その他日常生活に関する行為以外は、もう取り消せちゃうよということになります。はい。で、次に10条を見ると、第7条に規定する原因が消滅したとき、つまり第7条に規定する原因って何かっていうと、まあ、要するに精神上の障害ですよね。うん。治ったとかそういうことですよね。治ったあの人、精神上の障害があって、もう意思能力あるよみたいな。はい。ときは、何ですか？これは取り消すということですね。そうですよね。もう治ったのにいつまでも貢献人ついてたら変な話だから取り消す。まあこういう制度です。ちょっとイメージ湧きましたかね。どういう制度かっていう。ちょっとイメージ湧かないとね、なかなか担当の勉強とかしてても、ジャンルとしてこれ出てきても、イメージがないと、担当せっかく勉強しても、なんか身につかないというかね。なんで、まずイメージ湧かせてほしいかなと思います。成年非貢献人のイメージが湧けば、非補佐人と非補助人は、あとはその縮小版ですよね。言葉のチョイスが正しいかどうかちょっとわかりませんけども。うん、なので、まあ、担当のご判定とかで、ああ、なるほどなと、うん、そういう全体の理解があれば、あ、これはこれだから正解なのかとかっていうふうに、わかりやすくなっていくんじゃないかなと思いますね。で、補佐人もまあ同じような感じで審判があって、まあ、非補佐人がついてって話になるんですけども、これですね、
13条を見ますと、補佐人の同意を要する行為等ってあって、で、これは、ちょっと見ますとですね、非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならないということに書いてあって、つまり、補佐人が同意を得なきゃいけない、非補佐人か、非補佐人が同意を得なきゃいけない行為っていうのは、ここにずらっと並んでるわけです。1号から、まあ、10号まで並んでますよね。あ、見た感じ分かりますよね。多いなと。うん、別にまあ、正直ここまで一個一個覚えるのかなっていうのはですね、まあ私はそこまでしなくていいかなと思いますし、まあ私が受験生の時も別にこんなの覚えてなかったですね、正直なところね。はい。まあ、まあ、ただ余力があれば当然覚えたらいいと思いますし、まあ皆さんの戦略次第ですよね、それはね。はい。まあ、担当で絶対ここ落としたくないんだという人はまあ覚えたらいいと思いますし、まあ、つまりこういうことをするときっていうのは同意いりますよ、ということです。で、まあ、で、同意がなかった場合は、これですね、4項ですね。はい。この行為、同意が得なきゃいけない行為をしな、同意なくやっちゃったときは、補佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意またはこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができると。ここまでは成年後見人、非後見人の縮小版なの分かりますかね。で、細かいこと言うともっといろいろあるんですよね。例えば3項とか見ると、補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が、まあ、つまりその保護している人、保護している人ですよね。あんたこの人保護してあげて、みたいな。補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は非補佐人の請求により、補佐人の同意に代わる許可を与えることができるとか。そう。同意を得なきゃいけないということで、この補佐人が、なんかもうやる気なくて同意しないとか、なんか理由はともかく、うん、本来同意してあげればいいのに同意しないときっていうのは、まあ、非補佐人が、同意に代わる許可っていうのをもらえる。だからそれが、ここに4項にあった同意またはこれに代わる許可っていうことですよね。なんでまあ、細かく条文を見るといろいろあるんですよ、やっぱり制度っていうのは。だけども、どこまで覚えるかは本当に私としては、皆さんの、戦略によって変わってくると思います。担当の勉強を今のうちにいっぱいやる必要があるかというと、基本的な初学者であればそんな必要はないです。で、ただ別にやってもいい。当然やることには全然何の問題もないわけで。で、担当の過去問っていうのは本当に山ほどある。まあ論文の過去問も山ほどある。これ、ちょっと司法試験を想定して話してます。他の科目、他の試験を受けたい方も多分過去問は山ほどあるんだと思います。で、まあ、普通に、どっかのタイミングで過去問やろうと思ってやり始めて、もう、まあ、おそらく、じっくり取り組むだけの時間はきっとないと思います。本当にそれぐらい量が多いです。なので、まあ、例えば、担当だったら、まあ、その担当の体系別になっている問題集とかを買ってみて、私の授業で、例えば今回、こういう能力までやったんだったら、こういう能力のページまで担当を見るとかって、授業と並行して復習するとか、全然おすすめです。ただ、やんなきゃいけないかというと、やんなくてもいいです、別にそれは。短期合格しなきゃいけない人はやった方がいいと思いますけども、まあ今は基礎力をつけて、まあいずれ合格っていうのを目指す人は別にそれはそこまで求めません。それよりも、論述を意識した勉強を中心にした方がいいと思いますし、また大学の授業で並行して受けてる方は別に民法だけじゃなくて大学の授業他にもあるわけだから他に時間割くとか、まあそれはバラバラですけども、ただ、担当で聞かれるのはこんなもんかってイメージは早めにつけてもらった方が、大学の授業を聞くとか、私の授業を聞くとか、条文ちらっと読んだりするとか、まあ、どっかのタイミングで過去も見るとか、やっぱ意識が変わってくるので、担当はこんな問題が出るんだな、だからこんなところに気をつけて条文読めばいいんだなっていう意識としては伝えますけども、まあ、それをどこまで日頃の勉強に取り入れるかは皆様の戦略でお任せするというのが私のスタンスであります。で、まあ、そういうことで、今読んだ条文を覚えろって意味じゃないんですけども、まあ、あるんだなっていうイメージはつけておいてほしいなということで、まあ、非補助人も一緒ですよね。で、ちょっと待ってくださいね。はい。で、非補助人っていうのが、まあ、17条1項を見てもらうと、
家庭裁判所は、第15条1項本文に規定するもの、もしくは補助人、もしくは法で監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするには、その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、13条第1項に規定する行為の一部に限るということで、まあ、何言ったかというと、補助人、被補助人が同意、が必要な行為っていうのは当然被補助人は被補佐人よりも、まあ、程度として軽い。だから小さい範囲は狭いわけですね。でそれはこの中から決めるんです。補佐人っていうのはこの10個が、まあ、同意がいるわけですけども、この中からこの人はこれには同意がいるっていうふうに選んで決めるっていうことです。でただしこの中の一部に限ります。この中の一部のものを同意しなきゃいけないというふうな制度にしましょうという、そんな感じなんですね。で、今のお話っていうのは、私が一部かいつまんでお話ししたので、いろいろとレックのテキストはレックのテキストなりの、まあ、そのレイアウトで説明してます。ご覧になりたい方は別途ご自身で読んでもいいと思いますが、まあ、例えばね。まあ、こんな、レックの場合は、まあ、その、こういう、その、例えばですね、49ページですかね、こんな風な全体像ですよね。条文の全体像をこうやって整理したりとか、ありますよね。はい。こういう風に、まあ、4つ分かれてて、で、その4つにそれぞれこんな、ね、制度がありますよってこととか、まあ、こういう表とか使ってね、いろいろとこう、書いてるわけですよね。こことかそうですね。ここちょっと見やすいですね。はい。この55ページのこの表ですかね。はい。これが成年被後見人。さっきの定義とできないこと。で、これもさっきの定義と、まあ、できること、できないこと。この列挙事由以外は単独で有効な行為ができる。さっき10個あるよって言った、あれですね、13条1個。で、被補助人は、まあ、その家庭裁判所が定めた行為。家庭裁判所が定めた行為っていうのは、まあ、この中から定めるわけですよとか、いうふうに、まあ、こう表にまとまったりしてて、まあ、おのおの、必要に応じて読んでいただけてる、読んでいただければいいし、今の段階でこれ読まないでも全然いいです。私は担当の勉強はもう、担当の過去問をやるっていうのが一番効率いいことだと思うので、まあ、そっちで賄ってもいいし、まあ、読んでも全然問題ないという感じです。で、レジュメの続きいきますと、制限行為能力者の詐術っていうのがあって、これちょっと制限行為能力者の、さっき言った人たちを制限行為能力者とかっていう言い方もするんですけども、その中でもちょっとまあ、ジャンルが違う話になってくるんですが、21条という条文があって、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため、詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。どういうことかっていうと、まあ、もともと、まあ、それ本人を保護するために、その取り消すことができるという制度を使ったわけですから、それでまあ、そういう人たちと取引するあり方としては、その人が制限行為能力者だったら取り消されるんで、ちゃんと同意を得てくださいみたいなことをするわけですよね。で、ところが、もう、自分が行為能力者だと。言い換えれば制限行為能力者じゃないと。17歳の人が18歳だと偽ることですよね、要するに。はい。そういうふうに偽って、そういうふうに信じさせたときは、その声取り消せませんと。うん。あなたの責任で、自分が行為能力者は取り消せないものとして振る舞ったんだから、それはダメですよという条文があります。で、これは判例が一つあって、単に制限行為能力者であることを目視していただけでは、詐術には当たらないが、目視が他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は詐術に当たるということがあって、非常に有名な判例ですね。まあ、学校とかで民法を最初に習うときになんかインパクトがある、批判なんでなんか覚えやすい。なんか私も本当に、鮮明に覚えてますね。学生時代。これ、あ、こんなのあるんだ、みたいな。なんか、一番わかりやすい。今まで見た批判の中で一番わかりやすくないですか？なんかね、なんかインパクトに残ってるんですけども。結局、黙っただけだと詐術じゃないと。ただ、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は詐術に当たりますよということで、この詐術を用いたとき、どんなときに詐術を用いたというふうな評価できるのかの規範なんですね。
まあ、一応波線つけているので、まあ、覚えていただけたら覚えていただきたいなというところではありますが、重要度が高いという意味ではないです。試験で出たら、まあ、これ、出題されたら書く必要がある、覚えておく必要があるという意味です。これの意味合いとしては、黙秘しただけで詐術に当たるかが争われて、基本的にこんな判例が生まれているんですよね。だから、なんか、その後半が大事な気がするんですけど、気がするじゃないですか。なんか、あ、こういうことしたら詐術なんだ、じゃなくて、まあ、それも大事ですけども、前半も大事なんですよ。黙秘しただけでは詐術に当たらない。だから、なんか黙ってるだけで、相手が勝手になんか勘違いしてる時の事例問題が出た時も、ちゃんとこの判例の規範書いて、で、ただ今回は黙秘しているだけだから詐術には当たらない。よって取り消せるみたいな、感じで書いてください。で、もちろん、なんか問題文の中に黙ってるだけじゃなくて、なんか、あんな答えこんなことしてるって書いてたら、それその、後ろの方の、ここに対しての当てはめを要求してますので、その論文問題は。あそこをしっかり当てはめて、まあ、こういうふうなことは言えれば、詐術に当たると言っちゃってください。はい。ではですね、ここまでが自然人の話でした。自然人だけでもなかなか、ハードメニューだったんじゃないかなと思いますけども、あと授業時間も30分切ってますので、お互い頑張りましょう。今日はね、あと法人だけやっております。法人の能力ということで、34条、まあ、さっきも見ましたね。法人は法令の規定に従い、定款その他、基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うということで、この目的の範囲外の行為は無効になります。なんで無効かというと、権利能力がないから。猫と一緒ってことですね。猫の例えやたら言いますけども、まあ、途中で例え犬に変えたら不自然なんで、猫で貫きますけども、まあ、結局、目的の範囲外の行為は、そもそも権利能力がない。意思能力でも、行為能力でもないですよ。さっきまで意思能力とか行為能力の話してましたけども、これは権利能力の話です。その範囲内において権利を有し義務を負うだから、別に意思はあるわけです。法人で、ね、会社ってなんかすごい賢そうじゃないですか。だから、意思能力はあると思うんですけども、ただ、目的の範囲のことの権利を受けるなんてことはそもそもできない。その権利が規則しないっていう意味ですね。ここは、本当にややこしくならないように気をつけていただきたいと思います。じゃあ、その目的の範囲ってどんなこと、これめっちゃ大事だと思いません?目的の範囲だけで権利が決まるわけですから、じゃあ目的の範囲ってどうやって判断するのっていうことですね。これはまあ判例があります。で、あとちょっと法人の説明めっちゃ飛ばしましたけど、一応しておきますね。法人っていうのは、やったか最初の方に。会社とか学校とか団体で設立されたもののイメージです。さすがに分かってる人の方が多いと思うので、まあ、そういうものは法人って言います。人が集まって、一人一人の、個性は関係ないんですよね。例えば、ある会社の担当者が来て契約するときに、その担当者個人と契約してるわけじゃないんですよね。担当者が所属する法人と契約するから、その担当者と契約するんだったら担当者にお金出さなきゃいけないわけですけども、そうじゃなくて法人の他の誰かにお金渡してもいいってことになりますし、なんかそれが法人っていうことですね。で、目的の範囲の判断っていうのは、これ営利法人と非営利法人で違います。で、まあ、営利法人ってのは会社とかのもちろんことですけども、営利が目的。お金稼ぐことが目的。目的の範囲は、定款に明示された目的自体に限定されず、その目的を遂行する上で、直接または間接に必要な行為を含む。そして、必要か否かは、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないということで、まあ、裁判例から持ってきた規範ですから、言ってることは分かりにくいと覚えにくいと思います。そうなんですよ。はじめに勉強するとき、まず面食らうのはですね、判例の言い回しがすごく、なんか、合わないというか、堅苦しい言い方してんなということですけど、まあ、次第に慣れてきますので、ここは耐えるしかないですかね。はい、目的の範囲は、まず大事なのは限定されないというところですね。つまり、営利法人は広めに判断をします、目的を。定款に明示された目的自体に限定されず、定款に明示された目的なんかというと、例えば、まあ、車を売る業者だったら、車を売ることが目的なわけじゃないですか。そういうふうに定款に書いてるんですよね。我が社の目的は車を売り買いすることですとかっていうふうに。じゃあ、車の売り買い以外できないかというと、そんなわけじゃないですね。ということで、その目的を遂行する上で、直接または間接に必要な行為を含む。例えば、車を売りたかったら、車買うのは当然だけど、車を売る、そのお店を言えると、だからお店と、つまり不動産契約しなきゃいけないじゃないですか。お店借りて、土地借りて、そこに車並べて。それも当然、目的を遂行する上で直接必要な行為ですよね。
で、間接に必要な行為っていうのも含みます。まあ、間接をどこまで間接というかはともかくとして、広く含むんです。車を売るために必要なことを全般含む。でそして必要か否か、つまり直接または間接に必要な行為を含むんだけど、じゃあ何をもって必要かというと、行為の客観的な性質に即し抽象的に判断されるということで、つまり客観的な性質ってことなんで、なんかもうその契約した人が、いや、僕は必要だと思ったんですよっていうのはさすがに通用しませんと、うん。客観的にそれは必要だよねっていうことが言えなきゃいけないということですね。で、抽象的に判断ということで、なんか具体的にこれが必要だからってことじゃなくて、いつかいるかもしれないねみたいな、その時に備えてみたいな、なんかこの、そういうのでもいいと、具体的な目的はなくてもいいということになります。なんか、あそこになんか土地があって、将来あそこに出店するかもしれないし、まあ、買っときゃなんか得かもな、だから買うとかね。それも抽象的だけども、その時点で何か目的、あ、これに使うという目的がなくても、抽象的だけども、まあいい、それも必要に含むということです。だから、結構洗練されてるんですよ、この規範って。一個一個解説していくと。なかなか、これはこういう意味を持ってて、みたいな、いろいろ説明できるんですけども、それをギュッとするとなんかね、すごい分かりにくくなりますが、なかなかその、よくできた規範だな、という気はします。これは、広めに取らないと、株式会社ってめちゃめちゃいっぱい契約してるから、後になって、あれ、権利能力ないから無効だって言われたら困るでしょ。だから、基本的にほとんど入ります。株式会社の契約なんてのは。それは当然ですよね。めちゃめちゃいろんな契約してるわけですから、無効になるってなったらもう怖くて会社と契約できないよって話なので、まあ、広くとそういうなんかこの 話というか、なんていう、そういう目的というか、なんていうか、そういう社会情勢も含めてこの判例が生まれているというような理解ですね。で、非営利法人の場合は、まあ、個別の事情に応じて目的の範囲を判断するということになります。まあ、会社と違ってその限定されているので営利を目的とするものじゃないので、その目的によって様々ですから、それは個別の事情に応じてということになります。まあ、非営利法人が出てきて、その目的の範囲を判断させる論文式試験は、まあ、そんなに出ないんじゃないかなと思いますので、基本的には営利法人の場合を覚えていただければ問題ないと思います。はい。で、そしてですね、まあ、法人に関して、まあ、法人っていうジャンル自体が、まあ、メジャーかマイナーかでいうとマイナーなので、すべての論点は私はテキストからピックアップしてないんですけども、少なくとも目的の範囲は法人の話の中ではトップクラスに重要な気がしますので、ここは覚えておいてもいいかと思いますが、まあ、次に法人の不法行為能力ということで、一般法人法っていう法律、民法じゃもうないですね、はい。まあ、法人っていう特別な存在なので、一般法人法っていう別の法律があるんですね。その78条で、一般社団法人は代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うということで、まあ、法人も責任を負いますよっていうふうなことが明示されているわけですけども、で、どんな責任を負うかっていうと、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害ということで、これ、私さっき法人っていうのは個々の個人とは独立してますって話したじゃないですか。ってことは、その原理原則に考えたら、代表者が不法行為しても、それは代表者の不法行為であって、法人の不法行為じゃないっていう解釈も取れると思うんですけども、そうじゃないと。まあ、そうじゃないというか、まあ、理屈としては、もう、代表者がその職務の範囲で不法行為をしたら、それは法人全体で責任を負ってくださいねっていうことを定めてますので、だこの条文を使うときっていうのは、まず、この理事その他代表者がその職務を行うについて不法行為をしたと。ということです。で、それを法人の責任を負うときに、この条文を使います。で、そこに書いてある通り、代表機関の不法行為、代表機関というのは代表理事とかのことを指します。機関というのは、まあ、組織の一部分を指す言葉だと思っておいてください。代表機関の不法行為は、法人の不法行為としての側面と、理事個人の不法行為。これ709条を使えば理事個人の不法行為ですよね。709条覚えてますかね。これですね。不法行為ね。まあ、慣れてきたら709条って言ったら不法行為に決まってるだろうってことでスルーしちゃうんですけども、ちょっとこれは小学者向けの授業なので、あ、これはスルーせずにちゃんと言おうかなと。709条って、まあ、一番なんか使用頻度多いですかね。弁護士は。多分709条って言えばこれだってわかるんですけども、まあ、それは別に皆さんそんな必要がないですけども。はい。じゃあ709条の不法行為の、責任の両方合わせ持つ。
で、これ法人実在説なんかって言い方するんですね。法人は法人として実在して、不法行為の責任を負うし、理事は理事でっていう法人実在説っていうのもありますが、別に法人実在説を覚える必要とかはまあないかなというふうに思います。で、なので、78条、一般法人法78条で法人は不法行為責任を負っていて、で、一方で709条で、まあ、不法行為した理事個人も責任を負っていますが、その責任の関係は、不審性連帯債務と返される。そんなことは聞いたことないっていう、意見があると思いますが、それはごもっともで、それで構いません。不審性連帯債務っていうのは、要するに債務なんです。両方とも債務を負っていると。で、まあ、連帯って言葉があるように、両方とも連帯して負うんですけども、まあ、不審性っていうのは、本当の意味の連帯とはまた違うねってことなんですが、例えば100万円の損害を負った場合に、会社っていうか法人に100万円請求しても、理事に100万円請求してもどっちでもできます。どっちにも請求できるんです。不審性連帯債務っていうのは。ただ、100万の限度でしか請求できませんので、両方から100万もらうことはできない。それは200万になっちゃうから。はい。片方に100万請求してもらったら、もう片方にはもう請求できない。です。片方に請求して、例えば、理事が、理事に請求したと。理事ムカつくからあいつに請求するって請求して、ちょっとお金ないから20万しか払えないって20万もらったら、残り80万を法人に請求できると。そういう趣旨です。趣旨というか、まあ、そういう制度です。制度というか、なんかそういうものですね。連帯、不審性連帯債務っていうのは、ね。はい。で、この条文でポイントなのは、この職務を行うについてっていうのが何を指してるのかって話ですよね。まあ、こういうふうにですね、基本的に、まあ、その法の解釈っていうところが問題になることが非常に法律多いので、その職務を行うについてってだけだと、どこまで含まれるかよくわかんないから、まあ、規範があるというわけですけども、その職務を行うについてとは、行為の外形上、その職務行為に属するものと認められる場合を言う。ただし、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたか、または知らないことについて重過失がある場合は、法人は責任を負わないという規範があって。どういうことかっていうと、なんか、普通理事がやってて、いや、理事なんですよ。こういうことしましょうよとかって言ってきたら、あ、その法人の一環として、会社の職務としてやってるんだろうな、この人は。普通思うじゃないですか。会社として取引するときね。例えば、その人と普段から仲良くて友達で、なんかうちに遊びに来て、あ、その時の話とか、その時って別に会社じゃなくて、その個人じゃないですか。その職務と関係なく接してるじゃないですか。そうじゃなくて、普通に普段から取引してて、あ、今日もお世話になりますって感じで話してたら、それは職務としてやってると思うじゃないですか。でも実際は職務じゃないってこともあり得るわけですよね。それはこっちの勘違いです。でも、職務の外形を有する。つまり、誰が見てもそれ職務の一環でやってるでしょっていう状況だったら、実際職務じゃなくても、この責任を認めますということが、この判例の言ってることです。行為の外形上、その職務行為に属するものと認められる場合を言います。で、なんでかっていうと、あ、これ会社の行為なんだって信頼しているものを、その信頼を保護するためですね。うん、まあ、この会社だったら安心して任せられるかなとかと思うわけじゃないですか。それが、実は会社関係なかったって裏切られるわけなんで、まあ、それを、まあ、信頼保護しましょうということなんです。で、だから、その相手方がその職務行為に属さないことを知っていたか、または知らないことについて重過失があれば責任を負いませんと。そうですね。うん。勘違い して、まあ、勘違いしてもしょうがない外形があって、で、その信頼に保護するものなので、知ってたら、そんな信頼なんてそもそもないし、まあ、知らないことについて重過失があればそれも保護に値しないということで、まあ、こういう規範があります。で、次にですね、権利能力なき遮断についてお話しさせていただきたいと思います。これもなかなか耳に残るワードで、まあ、勉強したて、なんか大学で授業とか受けてた時に、最初に序盤でこれ聞くから、なんかすごいインパクトないですか？権利能力なき遮断ってなんか、二つ名みたいな感じでかっこいいなって感じしますけども、別に実際かっこよくもなんともないんですけども、権利能力なき遮断って。遮断としての実態がありながら法人格を許さない団体のことを言いまして、遮断っていうのはまあ人の集まりのことです。で、法人格を持たないっていうのは、つまり法人って基本的に法人として登録するんですよね。何々法人として登記しますって感じで、登記して法人として成立する。そして法人格が発生するわけなんですけども、その手続きやってなかったら法人格ってないんですよ。人が集まっててもね。だから、
さっきの言う法人に当たらないわけです。ただ、形式的には法人じゃない。つまり登記してないから法人じゃなくても、法人と同じように扱われることがあるわけですね。つまり、人が集まって何かするってことは、それはもうその人の集合体として考えた方が、むしろいいだろうと、いうことが起きるわけですよ。その法人と同じように。じゃあ、そういう時は、まあ、なるべく法人と同じように扱った方がいい。ただし、どんな団体も法人と同じように扱うの、それはそれで不自然。一定の条件がある。ということで、その一定の条件を満たしている時に権利能力なき遮断っていうわけです。だから権利能力なき遮断っていうのは、法人の登記してない人たちの集まりっていうようなニュアンスなんですよね。だから別にかっこよくないよねって言ったら、そういうことで、なんか、そういうふうに説明を変えるとあんまりかっこよくなく聞こえるじゃないですか。権利能力なき遮断ってなんかかっこよく聞こえるんですけど。もう僕だけかもしれませんけど。はい。で、その組合とは違うっていうのが、まあ組合っていうのは別にその、組合の説明まですると、詳しくするとちょっと時間がちょっとオーバーしちゃうんで、まあ簡単に説明すると、組合っていうのもあるんですね。これも人が集まってるもので、民法にあるんです、組合っていうのは。民法の、ここですね。はい。ここ見てください。組合って書いてるの分かりますかね。条文に言うと667条ですね。で、組合契約は各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずるってあって、組合もまあ人が集まって何かするっていう観点では似てるんですけども、組合はこの条文が適用されていくわけです。権利能力なき遮断とは違う。組合はまあ権利能力なき遮断に比べて人の個性がちょっと強め。権利能力なき遮断は組合と比べて団体としての個性が強めっていうイメージなんです。だから、組合と権利能力なき遮断を区別するっていう、まあ、意味合いもこもありますね。この、権利能力なき遮断っていう概念にはね。まあ、あくまでそれだけのレベルです。今は別に組合について詳しく知っておく必要はありません。で、これ要件があるんですよ。この要件も、学部生の時になんかすごい嫌だなって思った、もう覚えたくない要件のうちの一つですね。ただまあ、覚えてと言わざるを得ないのか心苦しいですけども、こちらです。権利能力なき遮断というためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他団体としての主要な点が確定していなければならないと。これを何も見ずに書くってな、想像しただけでゾッとしませんか私はね、本当に、ね、これは、嫌だなと思いながら頑張って覚えましたよ。学部生時代も司法試験の時も。まあ、それはみんなそうなので、まあ、いずれ覚えていただく必要があるかなと思います。で、まあ、これはいろんな条件があるじゃないですか。団体としての組織を備える。多数決の原理が行われている。構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続している。で、代表の方法は総会の上、財産の管理。で、その他財産として、その他団体としての主要な点が確立していなければならない。で、なんでこういう規範があるってことは、これをもし問題として出す場合は、これに当てはめる事情が書いてるわけですよね。多数決の原則があるかどうかとか、代表の方法とか、総会の運営とか、そんなこと書いてるんですよね。書いてなかったらこれ当てはめられないですからね。それを見て当てはめていくっていうことになります。で、もうこれは、この権利能力なき遮断聞かれたら、もうこの、まず定義というか規範というか、まあこれをとにかく書く。ことがとにかく出発点なので、これがないと話にならないわけですから、そういう意味では覚えなきゃいけないんですけども、じゃあ権利能力なき遮断がよく出るかっていうと、そういうわけではないです。ので、まあ、覚える優先順位はそういう意味では高くないわけですけども、聞かれたらこれ書けないと、まず話にならない。ここからスタートしますからね。うん、そういうなんか嫌な存在です。嫌ですよね。なんかもうよく出るだったら、それはもうは割り切って覚えるってなりますけど、あんまりよく出るわけでもないけど、出たら書けないらしょうがない。なんか気が進まないけど覚えるかみたいな感じだと思うんですけども、まあ、みんなそんな感じですので、それはおのおの覚えていただければと思いますけども。で、まあ、ちょっと話を脱線させていただきますと、こういうふうに重要じゃないけども、出たら書けてなんかしょうがないものっていうのは、私の戦略としては、あくまで私個人の戦略としては、早めに覚えるようにしてました。なぜかっていうと、試験直前は、
試験に出やすいところだけを勉強したくなるんですよ、精神的に。もうこれは経験者にしかわからない感覚だと思いますけども、試験によく出るジャンルをやっぱり集中的に勉強したくなるし、まあ、問題集とかバーって回すとかなってくると自然にそうなるんですよね。だからこういうとこってあんまり出ないとこっていうのはむしろ試験直前にやる気が起きないです。だから試験の手前からも覚えとく。で、試験直前は試験に出ることをやるっていうのが私はそういう、まあ、方針で勉強してましたが、別にそれは一つの戦略なので、それは皆さんお任せしますけども、まあこういうものですよね。覚え方としてはこういうものをなんか付箋とかに貼って、なんかトイレのドアとかに貼って、トイレに入ったらこれ読んで繰り返してたら自然に覚えたとか、まあそれはもう人それぞれです、覚え方は。まあ私いろいろと、まあ付箋貼ったりとかしましたね。洗面所とか結構いいんですよね。洗面所のところに貼ると歯磨いてる時とかにこう、これ見たりして覚えるんで。まあ覚え方は人それぞれですけども、ちょっとテレビ見てたらなんか、その東大生の覚え、なんか暗記のやり方としてなんかこう体に書くって人がいて、同じテレビ見たことかもしれませんし、なんか流行ってるからそのテレビで放送されたんだと思うんですけども、なんかこう、自分の腕とかにも書くんですって、英単語とか覚えたい英単語とか。で、こう見て覚えるとかって。私はそこまでしたことないですけども、まあ覚え方は人それぞれっていうことです。つまりはこれを覚える方法を皆さんで考えて覚えていただきたいなということです。そして、権利能力なき遮断の権利義務っていうのは、遮断自体には権利能力がないから、形式的には権利、構成員に権利義務が帰属するんですよね。遮断としてなんか契約したくって言っても、それはできなくて、例えば代表の誰かが契約して、その代表の誰かが契約帰属するとか、遮断としてやっぱり権利能力ないから、それは無理なんです。権利能力なき遮断でも。ただし、この定義満たしている場合は、実質的には、遮断自体に帰属しているものなので、その実態をできるだけに反映すべきということで、構成員に総有的に帰属するっていうふうに考えます。で、総有的に帰属するって何かっていうと、各構成員は財産を使用収益できるんですよ。権利の能力なき遮断で買ったものがあったとしたら、それはみんなで構成員使えるんですけども、管理権自体は団体に属します。処分とかは勝手にできません。みんなで買ったこのパソコン、みんなで使っていいけども、誰かが勝手にそれを処分することはできませんよって、それは総有っていうことです。で、まあ総有っていうのは共有とかいろんな概念と対比して生まれているものなので、総有だけ説明しても分かりにくいと思うんですけども、つまり、何のためにこの要件を満たすかどうか検討するっていうと、その権利義務がどんな風に構成員に帰属しているかが分からないから、これを満たせば少なくとも総有的に帰属するんだって言えるっていう、このステップを踏むわけですね。で、義務の方はどうかっていうと、債務についても構成員に総有的に帰属するっていうことで、こっちの方がイメージしやすいかもしれませんが、権利能力なき遮断の代表者が遮断の名においてした取引上の債務は、その遮断の構成員全員に1個の債務として総有的に帰属する。まあ一緒ですね。こっちと。で、ただ、どういうことかっていうと、遮断のそういう財産だけがその責任財産となり、構成員各自は取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないってどういうことかっていうと、まあ遮断として、なんかその100万円払う義務があったときに、それは遮断の財産から払えばいいんですよ。遮断は遮断で財産持ってるわけですから、ね、だって遮断、権利能力なき遮断っていうのは、財産の管理が確立してるんですよ。確定。じゃあ財産あるわけですよね。こんなものがなければそもそも権利能力なき遮断とは言えない。こんなものがないのに、総有的に帰属するってなって、その責任財産だけってなっても、管理されてない責任財産って何なんだってなる。だからリンクはしてますよね。規範と。で、つまり、こういうものであれば、そういう的に帰属、こういう条件を満たしていれば、そういう的に帰属するので、その、ちゃんと管理された財産から、その、お金を払えばいいので、それを責任財産って言うんですけども、で、構成に限る、つまり、私がある遮断に属していて、遮断が何か払わなかったからといって、私に直接、私のポケットマネーから何か払えって言われる筋ではないということです。はい。直接的な個人的債務ないし、責任もないっていうのはそういうことです。あくまで遮断として管理している財産から払えばよくて、遮断として管理している財産がなければそれは払えませんで終わりっていうことです。なので結構権利能力なき遮断に該当するかどうかでその法律構成が変わってくるんで、いろいろ複雑になってくることあるんですが、まあ重要度でいうとそんなに高くはないというところになってしまいます。はい。で、今日の講義は以上になります。
で、まあ、今日やったのは、主なメインは、あれですね。一条の問題。審議則と権利乱用。で、これは各々判例紹介してあるので、まあ、この判例を、まあ、ちゃんと、まあ、理解していくことが大事になっていきます。まあ、権利乱用よりも審議則の方が論文試験ではよく使います。これから先も審議則はちょくちょく出てくるので、で、まあ、それは1条2項だということをしっかりと把握しておいてくださいね。権利乱用について触れるときは1条2項を触れた方がいいと思います。で、それが終わって、次に、まあ、権利の主体として、二つ種類がある自然人と法人という種類がありましてね。自然人には、その、行為能力者っていう、制限行為能力者っていう制度がある。これは担当によく出ますよっていう話をしました。で、法人っていうのは、まあ、自然人とは別に概念であるわけですけども、まあ、目的の範囲と、あとは、その、権利能力なき遮断っていう要件とか、ちょっと大事な、比較的大事なもの、メジャーな論点を、法人っていうジャンル自体はマイナーなんですけども、その中でまあメジャーかなっていうものを扱いました。でそれ以外の論点を、そのテキストには載ってますね。こちらに載ってますが、これは、このテキストに載っていることを全部覚える必要があるということは全くもってございません。これは、私だけでなく、レックの他の講師もそういう見解だと思います。あくまで初学、一応まあそれなりに網羅性のためにこんだけ分厚くなってますけども、初学者として覚えていただきたいことはある程度この中から選ばれますので、それを選んで私としては載せているということですが、ただ皆さんが自分で他にどんな論点があるのかなとか、例えば自分の定期テスト対策とかでこの辺の論点詳しく知りたいので活用されることは自由です。ということで、まあ時間としてちょうど今が9時半になりますので、ここで講義を終了させていただきたいと思います。皆さん本日どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。